バレルサークが抜きにくるが倒すバルで残った1人ブレイズだブレイズに打ち勝つ1問でやってきます c 継ベース側にもスモークをたいて降りてくるんですねこれ2人で降りていく下からのアプローチ打ち下ろしのアレクシブうーわー <laughs> 強っ強いよ 41AWP でひっくり返ります1番オンワン l b k ヘルス24クラッシュはちゃんと避けるがこの AWP は取らないバースト切り替えポーチでいい頭当てるがますしかしそれをマンツーのこの AWP が止めるのかどうかトリプル1だどうにか察して逃げることに成功ヘルス14残り ワンキル取ってスモークで消すこのままもう1キルこれがサークという男3オン3からのスタンここで設置させません2オン2だが設置しないといけないこれイールジーニアス有利だがスモークが晴れるぞ今の、ま、晴れてない設置はフェイントではないこれでマ慢入れてワンキルそしてサークのスモーク抜き えーえー、こうなるとリテイク行きたいぞオジーヘルスがないオジーヘルスがない一田裏を取る裏を取りに行っている石田の石田危ねえどんな感じすの残った一人スタン1オ n 2シチュエーションから燃やしてお願い解除ではありませんクラッチ真っ白打っているのでペイク獲得燃やし倒した燃やし倒してのもう一切れマニュー間に合うか間に合うか1 o ツ2クラッチが 間に合うこれは王子、まずいラウンド落とした岸本 a w p 3 4 4シチュエーション見ていく行きたくないぞ、これ、行くのか、ナビ行くのか、勝つ、俺たちは勝つというナビの強い意志、俺たちにセーブの選択肢はない。 行くしかないといとうナビ勝てるかどうか勝っていく勝っていく勝っていくアレクシムとバルデアレクシム負けるバルデ残った1人フェイクじゃない1バレる生きるヘルス残りにヘルス残りに抜いていく間に合うかシンプルここで時間がない時間がない死にきるお金がない終わったー で詰めてくるがこの選択肢がどうなるかいやーエドルピーなんで難しいんですよねシンプルしかしシンプルがやればなんてことはないというところでしょうかワンキレツーキレこれがシンプル残った1人にツイストは挟まれるだってですバレたフラッシュ物当たりしかし倒せないサポートフラッシュはうーんお互いしょうがない 綺麗にワンキルそのままいいですねマンツーのカバーがアレクシブトマンツーの綺麗な連携だお互いカバーの試合カバーの試合それをカリックが全て倒していくワンワンワンからアレクシブトのワンワフンェワンルス1に削られるフェルス1に削られるそのまま球がないリロード入ってマウイにいるのは気づいていないところバースト打ち当たらないあれよリソト タイミング悪いブロキー頑張れるか 2−3 すごくもう張れるの自分で知ってる自分で見ていってキレを取るもう一人いるのも知ってるいるのをやめてキレを取るあとは任せるだけフラッシュ入れて真っ白ーバサミに対して プレイにモロソフ入れたモンドームよ抜けてくる。しかしパーフェクトを綺麗に返す綺麗に返すトリプルキレーすごいすごい違でしたね強図ゼラ目の前にいるんですけど,キーかどうかスラックスはよってね飛び出したことワンツースリーこれがコールドゼラーですセルシオのエネルギー稼ぐたがない 1>, 1人倒した挟み込むだけ挟み込むだけでいい1人倒してもう1人は NBK ヘルス1残りだワットキル1つマルチキル乗っておりますこのマップスモークの中ダブルキル12交換よく止めたさっき見るのやめるナイスピーク当たらないそのままピークピークピークを重ねてスパークきっちり当てたもう1人もう1人さらにもう1人 それは強いビートンゴールで詰めていくたところイスタがビートンしたニコはケアできていないヘッドからのお内田だごく展開ニットえこれもしかしていないんですかというイスター飛び込んでくる n b k a w p 1キルからのもう一キル取れないもう一キル取っていく1234人目を抜いていく あとは武器層をい生かすだけ、もうあとは武器層を生かすだけ、一応一人抜いての 2on3、ナビ耐えれるか、このラウンド耐えたい、フレイミーを落としての2 o ツ2だ、耐えれるか、ナビ一応ナビ有利、一応ナビ有利、お互いグレード突け渡しました、セッチペイントしないと倒さないです、これ、セッチペイント、カイフェイント、倒しにくるが、イスタのカバー、一人を抜いて、もう一人抜けない、イスタクワッとキルで、最初まで、 いや間に合わない0.15秒悪ものあたりダリックも見えていない敵の状況がまるで分かりませんとりあえず味方を呼んでいる箱裏を燃やしてクラッシュまで入れた何も見えずにそのままここでセットからの設置決まるー裏に誰も行けていないいやスタンがいけてるぐらいかこれは終わったくさい これは終わったくさいスモークブレイズ残してるブレイズがスモークを展開解除できるかどうか解除できるかどうかだこれ後ろから来た後ろからスタンドやってきてのダブルキル正面からブレイズが解除している正面からブレイズが解除しているこれは間に合うかどうか間に合わない間に合っていないノア・オン・ツーシチュエーション時間がない解除するしかないああ目の前にいる <laughs> NIP 側エレクトロニック裏取りの選択肢これ TG 方面警戒する警戒したー強いーエレクトロニックの動き強い弱い弱いー,ー,ーが勝ったりそうです、ね、H 物語 これはルでよく突破光のレイン登場、死ぬ、冷凍方面、フラッシュ2つてきましたけれども、ここからが本命か、フラッシュ3つ抱かれた、そのままは、うわー、レインのここで振り向きショットそのままやってくる ケアはできているかどうかなところでグレネード構えてしまってなんとなんとのブローキーそれは COD でやってくださいピンを抜いた後に死んでいたので H 位転がってテラス1倒していくエンスっていうチーム自体は嫌いじゃないんだけどエンスの5人は嫌いやねやっぱみんな何で蹴ったん <laughs> 許せ許せねえよマジで <laughs> ベ。ベンチで泣いてるアリックシブ君の画像お前見たことあるかって <laughs> 泣いてねえけどなんかもういやもう泣いてるやろる、ね、実質泣いてたやろ時間ある、ね、時間あるってググったら出てくるんじゃんあれロッカーであっ <laughs> そうそうロッカー ロッカーで頭抱えてるアレックあの画像を見たことあるやつはマジマジ演出許せねえなってなるからマジでほら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 かわいそうやろマジでマジかわいそうやろマジで許せねえ許せねえなマジで演出とかでう ゆるお前許せねえよマジ <WW> こ,のこの笑顔を奪った演出とかいうやつマジ許せねえよマジででも、そうなるから本当。 はい、お久しぶりです。というわけで、え,ーえ、なんか始まってないあ、違う、これ多分あれだわ。えー、え、ウォームアップだわ。ウォームアップ飛ばすぎやかったですね。ごめんなさい。なんか、かこのゲームつけるたびにさ、なんか、なんか、音うるさくならない <laughs> 気のせい、100になってるね、やっぱり。なんうるさくなるんちょっと待って。g をやるけど、今から。 ちょ裏はつけっぱなしでええか。ま、いいや。ちょっと的音をうるさくなるんですよね、このゲーム。大丈夫ですかこれ。あ、ちょっと早くないですかあ、ちょっと音調整がてら。<laughs> ちょっと俺の声がでかい疑惑はあるでしたっけこのゲーム。だからちょっと大きかったんですかね、もしかしたら。なんか、この、このクイーンっていう音何えこの音何 <laughs> CS5 から放たれてるこのイオン何ちょちょちょ待ってねこっち下げてえちょいろいろちょ待って待って待ってどうもえちょ待って待って待ってこれさ何キーが出ない出たえこのなんかクイーンえこれバーティングこんな音鳴ってなかったでしょ絶対 これなんすか読み込み直した方がいいイオンしかない <laughs> こんなイオンしないでしょちょっとちょっとちょっと読み込み直しますねちょっとこのイオンは非常にデモを見ていて不快なのでえ俺だけにしか聞こえなくていいんじゃいいよねちょっとあのネタバレになるんでちょっとこれ関係ない画像ですけどすいません 最近動画を開幕流しちゃうんで。ちょっと待って、一回ダスト2を読み込んでから、えー、第一マップバーティゴを流しちゃ、ね、いますね。今日は、えっ、ー、と、ちょっ1週間ぐらい前なんですけど、あの、ブラストプロシリーズ、1週間どころじゃないかなごめん、2週間ぐらい前なのかもしれない。最近は、えっ、ー、と、ESL とか、インテレックステリーマスターですね。まあ、 ESL って最近言わない言うのかなまだ。ESL っていうのは昔はあの、ちょっとごめん、俺にわか知識だったら大変、あ、治りましたね、これ、音は。あの、大変にわか知識だったら申し訳ないんですけど、あ、これあれですね、なんかスキップするとバグりますね。なるほどにわか知識だったら申し訳ないんですけど、ESL っていう大会とか、ドリームハックっていう大会いっぱいあったんですけど、最近は ESL っていう一番でかかったところが、もう大会運営をするようになっちゃったんですね。あ、もうすごい、音直直んないっすね。 えー、この不快の中やる結構この音はえぐくないバーティゴだけなんですよ。これ何の環境音なんだろうこれ俺だけすごいよだってこれ100%にするとこんな不快の音あるってぐらいになるけど。<laughs> ですかね、これまあちょっと申し訳ないですけどこの中やっていきます1マップ目を1マップ目を見ないでちょっとね奇跡結果決勝戦なんで語るわけにはいかないかなっていうところなんでちょっとおも出せないイオンの中あ本当に？まに、あ、お前ら気にならないんだったら俺も別にまあええかなっていうところなんですけれどもえっ、ー、とごめんなさい、えー、画面が持ったいですね まあ、ちょっとなんか、グイーンとかいうエンジン音が聞こえるんですけど、まあね、工事現場だからこのぐらいの音聞こえるでしょっていうところでご用意していただければっていうところですね。なぎせの話はスキップしちゃって、ブラストプロシリーズのえー決勝戦のバイタリティ対アストラリスの試合を見ていきたいと思います。まあ、バイタリティは強いっすね強いね えなんか、ドタだと今ちょっと色々、えろ、ー、わちゃわちゃっとしてて、どこが勝ってもおかしくないね、みたいな感じの雰囲気らしいですけども、今はもうなんか、ゴーはバイタリティが、純血決勝からで食い込んでくるかなっていうところで、まあ、2020年はいい締めくくりをバイタリティはできるんじゃないかな。で、雰囲気は漂ってますね。勝てば、決勝で。 えー、やっぱもうこのレベルになると準決勝まで来れたからよかったね決勝まで来れたから大健闘だねなんて言ってるレベルじゃないので優勝してなんぼでございますそれはこのチームアストラリスも同じです、まあ、アストとはあの黄,金時代黄金時代のチームのメンバーが戻ってきて、えー、もちろんねその後いい結果は残せてはいるんだけれどもベストの結果ではないので まあ彼ら優勝2018年、17年かなちょっとごめんなさい、細かいとこパッと出てこないんですけど、年は。えー、1年間、2年間ぐらいは一生強いっていう時代、築いてきたんでね。力、ま、図、あ、ほどではないんですけれども。 スト一時期強すぎたっていうところですね。ミスターワンキル取ってそのままもう一キる。やはり今バイタリティの流れと言わざるを得ません。ちょっとデュプリー真後ろ全く警戒していませんでした。あれはちょっと聞こえてたと思うんですけれども、見てもしょうがないっていう判断ですね。さワンオンフォー。ピストロラウンドが強いっていうのも強いチームの、えー、証ですバイ、えー。アストラリスは黄金時代は6割ぐらいありましたね、勝率。えーまあ、このトッププロ同士の試合で6割っていうのはもう十分すぎる数字でございます。そんな中、バイタリティは今非常に強いピストロラウンドの勝率抱えてるので、 アストも強いですけれども、それに対してこのぐらい圧勝できちゃうんです。という 1on4 です、現在。残った1人、デュプリー。このように黙った時間になると、ものすごくうるさいですね、この音。これは果たして何のバグなんでしょうか。次のマップ、ダスト2行けば、音はなくなっていたので、ちょっとバーティオだけ、お付き合いいただければっていうレベルの異音ではないんですけれども、お付き合いいただければというところですね。これ、デュプリーを誰も持ってきていないのはですね、スパイクドロップしてるんで、スパイクって言っちゃったね、脂肪ドロップしてるので、 久しぶりですね、ゴー見るの。ちょっとバロラントの実況が,がっつりやるってなると、さすがにゴー見るのやめようかなってやめてましたけどね。んんは,はい、こんばんは。サーフォーはい、強い。ライトニングの AK スキンの人が好きです。ライトニングと AK スキンの人が好き。<laughs> 誰だろう結構いるんですよ。あのスキル結構人気で、エンプレス、エンプレスとあのライトニングは、まあ印象に残るって感じだよね。ちょっとまあ今日 AK 使ってる人、 まあ結構デフォスキンの人もいたり色々様々なんでねいやと全く聞こえないは逆に気になるいやん全く聞こえない嘘。え俺にしか聞こえないってあるちょ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 。自分は全然聞こえないからバイオさんだけっぽいなえまあじゃあいいやえ,えじ,ゃじゃあ良くないかもしれないけどいいや サイピックスワンキル取ってのごめんなさいカメラが切り替わらないバグになってしまったえーこうですねはい3オン4シチュエーションでセカンドフォースバイのアストですねさデバイスワンピック取ろうとしたんですけども座右にスモーク敵を減られてしまいますさえ守りしてる座右とそしてミスタの2人センターにあと1人置いて B 中1人というようなシチュエーションですね座右今え読み打ちスモーク抜きですね 映画は来そうという話をしてはいつつも、まあ、このレベルを早めに寄せていくことはないというところと思いきや、RPG 寄ってきてくれましたね。スモーク2つセットスモーク高げた段階でもほぼ A だろうということで、開始のスモークは入れてくれてます。これ、真痛に対するスモークですね。あそこ抜けられないようにっていうところですね。真痛自体誰も守ってないけれども、スモーク入れて時間稼ぎというシーン。相手のフォースバイもう分かっているので、設置されたくない座右が、いいスモーク抜きですね、これ。きっちり隠れないスモークの、えー、隠れない設置の仕方をしようとしていたところに対してというシーンでした。 まかければいいじゃないと思うかもしれないんですけれども、まあエチ飛んできたちと死ぬので、ザヤのヘルス的には仕方がない。さあサンドイッチラ・ニール・ジベックス、スコープ回転音でバレてしまって2対0です。まあ、スコープ構えたら音が鳴るっていうのは何でやねんっていうところなんですけれども、このゲーム構えると音が鳴ります。まあ、スコープをオンにするっていうような、あのー、感じなんですかね。あのカバーを開けるとか、わかんないですけど。何の音なんですかね、あれ。なんかダイヤルをいじってるような音しますけど。 さあ設置したかったんですけれども、アストは設置できずに、このワインも、このラウンドの場合もなんだか、えー、ケプラー変えずに D と2 5 1 0グロックというような形で悲しみを背負っております、バイタリティはをうまく返しましたね、セカンド、HE をきれに決めたのが勝因でしょうか、マ、まあ、ディスク1キル取るが、ショックスのカバー、そして HE、これはもちろん避けていきます、ショックスがこれ、エレベーター方面からこれ、アタカベスですね、テロリストベースまで攻めてきて、 B を完全になくさせるような形で陣取っていますそれと中で違うようにしてグレイブがいかなかったはしご上からスルイと抜けてくるかなと思いきや抜けませんでしたこっちまで抜けてきたら大金星かなと思ったんですけどもショックスの立ち位置的にこれ後ろ取ったところでというようなシーンですねちゃんと後ろショックス警戒できてるあたりさすがですねさあ C4 持ちなんですけれども現在デュプリーが B メインまで黙って入ってどうしようというシーンフェイクマーク決まっていますねアスト ショックスが裏を抜けてしまったことが逆にわざわわしてしまった形アルピキ1人を見つけたんですがうまくキレを取れないガーディアンからワンキリミスターが取ってくれたいいカバーが入ります頭1つの攻防ですが仕留めるが仕留められるという展開2オン2から後ろからショックス待ってましたと言わんばかりに大回りして裏からやってきました3対0、まあ、ショックスの せいでっていうとちょっと語弊があるんですけれども、ショックスが裏攻めしたんですけれども、その裏を書か,かれるようにアストが B に行けたので、そこで、A、うまく B 中には入れたんですが、結局ショックスが裏回っていたおかげで勝ったというラウンドでした。設置もできなかったので、アストとしては、まあ、キルは取れたからよしかというところでしょう。さあ、座右の AWP。もう、ここで優勝したら座右、個人成績とチーム成績関係ないですけれども、トップなんじゃないですかね、2020年。 まあ、取っても誰からも文句は出ないでしょうというところ、まあ、シンプル信者からは文句出そうですけれども、まあ、シンプル信者から文句が出たとしても残留、まあ、が弱いという人は多分一人もいないですねその評価をつけた人に文句を言うというかそういう人はいるかもしれないですけれども、まあ、あくまでスタッツなんだよね さあ、アストは全く攻めれていません。ちなみにこのマップ、テロ有利マップでございますが、ライトニング。ライトニングだ。デュプリーだったんだ。あ、ライトニングみんな使ってんな上に行ったが、食手をうまく見てましたね。この辺りのトーテムされたところでびっくりするような選手はこのようにおりません。そのぐらい対処して当たり前という財布じゃないや。バイタリティ。 さあ時間をかけて。おっとさらに上へ。アナザーワンで見ていったが誰もいない。RPK がこれ見えるかなというシーン。いやー、サポートフラッシュからのダブル PK。これがフランク1位。これが世界1位の今チーム。無理じゃんという。どんなに上手いプレイヤーがそこにいようとも、絶対に勝てるタクがここにあるんです。 避けれないフラッシュを入れて2人でピーク避けていたとしても勝てないというタクスモークしかも晴れ際そんな中のワンピックですね素晴らしい4対0明日とちょっと手も足も出ない展開が続いてしまっている一度エコーしてここらで取らないとまずい展開ですバイタリティは7本取れば十分というこのバーティーを 十分どころじゃないかもしれないですね。まあ、ダスト2並みに、ダスト2より、テロよりマップだった気がするので、おほほほほ走るいや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 マジスクさん、控えて控えてそれは強いうわあグレイブグレネード構えてた ミ西ー強欲に前に行ってキルを取る。マジスクダブルキル勢いに乗ろうとした中、バイタリティのカバーが早い。左右にステップ踏みながら、マジスクダブルキルきれいに取ってくれましたが、残った一人でプリー、ワンオンツーから武器なしルプリー。設置したいですね。さっきは設置すらできていないという展開なので、 ですね、勇気を持って設置しますえ、RP、ガーディアンにすでに RPK がいますここガーディアンですね新しいバーティー用の位置です後ろでワンキル取ったデュプリーしかも武器とモロートフーこれは強いスモークでチン下10秒解除キットがないデュプリーはフェイクという判断ですが RPK 打ち勝つ スモークからのぶっぱ解除そんな甘えはしません5対0アストラレスエコラウンドの内容先ほどから素晴らしいものなんですけれども結局ラウンドが取れない このラウンドお金を大きく使う結果になったバイタリティですがまだお金はありますアストはそろそろ取らないと話が始まらないというところなのでここで一応タイムアウトをグレイブが取ってデバイスに AWP を渡してここでワンラウンド取りに行きますバイタリティはエコラウンドの内容が悪いとはいえ勝ちが続いているということもありましてこのラウンドもちろん倍ができますがここで負けてしまうと次のラウンドおそらくえーセーブの内容によってはエコになるんじゃないかなというようなお金状況まで攻められています要するにこれ大事です えー、ラウンドを大きく落とし続けたとしても一つ一つのラウンド内容が悪くなかったりすればどうにかなります。ここではバイタリティにお金が大きく渡っているという状況だと負けてしまっても次のラウンドもバイタリティが倍をしてそこで取れなければまたアストが倍エコラウンドしてまた取られてっていうような負の循環が始まってしまうので。 いくら負けてもそのラウンド内容をよくする努力が必要でございますこれ全然違いますね他のゲームとそういうところでは全く違いますいってショックス AWB 構えていたところ1位もろ当たりあすともはや世界一のチームではなくなってしまいましたけれども世界一グレネードがうまいチームというところはなかなか異論がないんじゃないでしょうか皆様 飛び出したところグレイブ黙って神通アクセスしていました AK 頭を撃たれて4オン5シチュエーションフラッシュこれサンドに対するモロトフです A サイトに攻め入るかのようなそんなクリアリングの仕方をしていますミスターダブルキルごめんなさいこれはしご下から降りてワンピック取りましたね さあ人数フリーになってしまったあっという間に仕方がない間で前に詰めて大室にリプリー1キル取っていきますスモークモロトフと入れていきモロトフこれは設置させないためのところそれに対してミスタがさらにキルを重ねていく残った1人スモーク抜きミスタクアットキルどうしたアストラリス手も足も出ないとまさにこのことおや タイムアウト後、AWP を買ったラウンドでも取れない。このラウンド、アウプなしの再び倍のアスト。ちょっとまずいのでは ?6-0、テロ寄りマップ、バーティゴ、散々です。すごいスモークの投げ方したな、これ。あ、めっちゃ奥入るんだ、これ。へえ。ー。ちょっとバイタリティが強いですね。 パスタも悪くないことはしてるんですけれども。スモーク合戦。ジペックスだいぶ痛む。ヘルス30で。H で飛びます、これ。バイタリティサイドも、パスンと H は入れていきません。ちょっと跳ね方が想定外だったが、味方のフラッシュ食らっている。在優強気とかいうレベルではない立ち位置。何これもうこれ二人で見てるから勝てるだろう。フラッシュ物語なぜ片を押す <laughs> What? これ俺たちだと見えてるんですけど相当真っ白なはずなんですよねこれこの画面は見やすくなってます実際は真っ白の画面に包まれてえって真っ白だったんじゃないのかな今のエイムピタリと合ってましたけどねいや物りだったからだいぶ白かったと思うんですが エイペックス、いいタイミングで飛び出してきての7対0。2人で待っていて、2人にスモークフラッシュは。まあ、材分下の材はよくたんだと思いますフラッシュ入れてからのトリプルピークが通らないとなりますと。 うんうーんというところですね。アーストはやってること間違ってないんですけど、多分、在勇は避けて、上はぶっぱ打ちが当たって、で避けてた在勇が次カバーに入るような形で倒して、3人目はもうフラッシュ、晴れてたので倒しきりっていうシーンでしたね、今。いやー。これは、バイタリティ、今のは多分ガッツポーズですね、2人で。 バストやることは正しいんですがそれが決まらないこれが一番嫌ですね多分チームプレイして一番嫌だと思いますやってることは合ってるのに勝てないって言うともう意味が分かんないですよやってることは合ってるのは俺たちは分かってるんですけどトニーたちはやってること間違ってると思ってるので今の通じないんだみたいなフラッシュ当たってなかったのかなみたいなえそんな感じになるわけですよ あとで見返せばわかるんですけれどもマディスク強気先ほどの D の素晴らしいキルがあります見に行きワンキルそのまま落ち着いたけれども当たらないミスターがやはり強いミスターダブルキルからフラッシュ入れてもらったからの倒しに行くワンタップ残った一人ジペックス一人は抜くがトリプルピークミスターまたしてもクワットギル13キル2です強っ いやー、バイタリティ、この7人、7人制がうまく刺さってますね。いや、ミスターはミスター入れるとこ強いし、ニベラはニベラ入れるとこ強いんですよ、バイタリティ。6人制か。7人制か、6人制か。5人でゲームしたいんですよ、バイタリティ。最初にそれを取り入れたアストラリスは皮肉にも5人でしか戦ってないのに。 次に取り入れたこのバイタリティが強い。しかしファーストキルはジペックス。そうです。アストも黙って負けるわけにはいきません。マジスク裏警戒ですね。やはり先ほどのミスターやショックスの裏取りからの一気にラウンド落としてしまった展開が気に入りません。ジペックスもはしごを警戒。こうなるとちょっとアストの動きが硬くなります。時間をかけてのプッシュでしょうかね、こ,このラウンド。 バイタリティは 2AWP 運用、相手には取られたくありません。まあ、デバイスは一応持ってはいるので、奪われること自体はそんなに気にしなくてはいいとは思うんですが、このゲーム、AWP、本当にオペレーターと比べて買えばいいっていうほどの強さはないので、ショックス、勇気を持って進通方面見に行きます。 黙って入れば面白い展開のアストですが、さすがにそれはリスキー、裏取りマディスクは倒し切ります。さあ、ショックス真っ白、さすがにラッキーショットは続きません。倒されてしまって5人を残してデュプリー設置こうなりますとさすがに在優と r PK のものはセーブという形になるでしょうか。お金にバイタリティ余裕はありますけれども、相手にそのまま300円を残こすことはないということで、B ながでセーブを選択。在優に関して AWP とグレネード持ちなので、相当なお金を残すことができそうです。やっと取れたかやっと取れましたね。 遅いいぐらいですねここからあと全部取ってもバイタリティが有利という前半戦です大きくすでにバイタリティの有利は確実なので <laughs> 先ほどのラウンドと違いましてこのラウンドすでにバイタリティお金ずいぶんと高えることができていますこのラウンドアストは勝ったとしても相手のエコラウンドとはなりませんし次のラウンド勝っても内容によってはまたしてもバイタリティの倍という展開悪夢の展開が続きますしかし勝ちは勝ちですアストライズ1対8予約1本を手に入れました 財運のチームとよく言われますが最も成績が悪いのは財運というような形4キル4ですバイタリティチームとしての動きしっかりできているんじゃないでしょうかミスターが強いという側面もあるんですけれどもチームでしっかりとキルを取りに向けているシーンが何度も見受けられます一方アストアという形チームで動けてはいるもののキルは取れていない財運だそういう時にやってくる ここから流れを作ろうというアストに対して座右は出ていくやってられないという展開とにかくワンピックを取りたいアスト半分見えたい勢で、ね、デプリー体半個分いや頭半個分見たところキルを取ってさらにもう1キル強気にいくそしてデプリー取ってくれる 2オン、フォーシチュエーションからエーペックス真っ白。デュプリーノーケアでしたけれども、これはちょっとやーエーペックスは弱かった。在右セーブすらままならない展開ですが、一応 B 設置ということで、頑張ちしております。しかしデュプリー一人で立ち回る。本命は A 設置なんです。在右構えているところ、体半個分見えました。これは黙っていって正解でした。デュプリーエースを獲得5人を倒して、ここで2対8。在右に1ピック取れたときどうなるかと思いましたが、 うまーく歯車は回っていきます。バイタリティ全滅してしまったものの、まあラウンド一つでも勝負できる方が俺たちに有利だろう。もう8本も取れているのでというところで、ここは強気にフォースバイ気味の選択をしてきました。まあフォースバイというか、まあ全然倍なところでしたね。AWP 込みで、ヘルメットは変えてないんですけれども、悪くない買い物はできています。さあ、座右タイム、ぶっぱ打ち、当たりません。 一応カバーにいるエーペックススモークフラッシャー避けてここでスモーク抜き当たる後ろ燃えてる耐える耐えれる耐えれる耐えれるおっかなびっくりタイム後ろちょっと燃える H をとりあえず入れていきますがこれはかス当たりというところこれデバイス十分79と削れましたフラッシュダブル片方が当たってしまう動,じず動かずの座右です さあスロープ方面にアクションをかけているアストですがプラッシュを入れて再び飛び出し座右は避けてその後飛び出して打たない。 あくまで相手のフラッシュ待ち。そうですね。フラッシュ展開後に見ていくスタイル。ワンキル取って逃げられないぞ。逃げる必要がない逃げる必要がないデバイス外すカバーに来てくれたエイペックスが沈む壁抜き、壁抜き、壁抜き、からのマジき、クとりあえず倒す2オン3逃げる必要がないシフォードロップショックスが見てない燃や,した燃,やした燃やした、燃やした、燃やした燃えるところでスモーク登場これを拒否っていきます。言うのバレた。 それをあえてシカトしていくスタイルかフラッシュは避けてショックスを逃がすスタイルですが黙ってマジしく詰めていくしかし打ち勝てないそうなると困コマンスリ3ショックスデバイスお見合いスモーク越しここでショックスが勝ちますちょっと見る位置ずれていた 座右逃げ場のない角で待っていてのトリプルキル私はリプレイボタンを押し忘れました32対9アストラリス3つ目のタイムアウトを使っていきますいやー <laughs> どうしようって感じですね まあちょっとセンターを使った立ち回りをまるでしてないのでバイタリティ側は、まあ、センターを前半はアストが使ってこないという見方をしてうまく使ってミストとショックスが立ち回ったりそして、まあ、後半に差し掛かってもアストはセンター気にしてないんですけれども逆に B 攻めの際に正面 B 階段の方から行くしかないという展開が続いているのでバイタリティとしては守るのは簡単というような。 ま、単純に打ち勝てているので、どうとでもなるという展開が続いています。スロープ方面もそうですね、A セット、B セット、えー、バーティゴ語で強いと言われているその展開にするまでに、アストラリスの面々が突き崩されてしまうっていう動きがあるので、そうですね、もうこの B 階段の方とか取られちゃってるね、エリアとして。アストラリスがチームとして動いてはいるんですけれども、ちょっとエリアをチームとして動きすぎて、取れてないというような現状が続いています。センターに関してのミスタがだいぶ前気味、強気で待っているので、 情報をうまく取れてますねそうなるとグレネードが飛んできている毎度スロープ方面は前方に集中して、まあ、全部グレネードを使って守りきろうというところでございますが、まあ、エーペックスこういうポートをするから下手くそなんだなって言われるんですよ投げていたら入っていたシーンですセットスモークようやくできましたこの展開この展開にしたかった しかし、真通方面は取れていない。HE グレイブ物あたり。壁抜き、壁抜き。そうですね、セットスモークを入れて、ここに逃げてくるであろう敵に対してプレッシャーをかけた後にフラッシュからのマジスクダブルキル。目の前にショックスがいる。抜けていくが、ここでマジスクさらに対応。マジスクに救われます。ミスター燃えたヘルスイッチ残り危ないところ。RPK。フェイクを気にしてしまって、まだ B に居座り続けます。設置は A 設置。 ちょっとバイタリティ深読みしたシーンヘブンにいるところヘルス1のミスタがここでヘッドショットへ倒されますワンオンツーシチュエーションマジスクエースなるかというところ強気に立ち回り死んでいくワンオンツーワンオンワンシチュエーションんマジスクちょっと今エストリー行ったが半分見えてる危,危ない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 もうデバイス今体半身見えてた RPK がちょっとケアしていたら倒されていたシーン 頭隠して尻隠殺でございました怖いところ3対9アスト3本目取れました残りの2本取らなければ話が始まりませんが果たしてどうなるあと3本ですごめんなさい <laughs> ようやくバイタリティ側フォースバイというところまでお金が削られました SMG3 本 D2 本それでも今のバイタリティに対しては怯えながら進むしかないアストラリス何をしてくるか読めていません とりあえずもう全方位詰め警戒ですね。センター裏詰め警戒しつつ。ここで3人で立ち回っているスロープは勝ちたいんですが勝てない。大丈夫か ?2 キル10ですのグレイブ散々でございます。相手がフォースバイだと分かっていても、エコラウンドだと分かっていても、 弱気、そして C4 ドロップあっ、悪夢だあっ、悪夢だどうしてこうなったダブルビーク <laughs> えー、これは明日ともう泥沼バイタリティはやることなすことすべて決まる 前半の裏詰め、裏取り裏詰めがアストラリスを蝕んでいる。警戒せざるを得ません、アストは。なんとも嫌な印象をつ,きくつけられている。スロープ方面でも勝てず。そして、裏見てない時に限って裏に来る。 マジスクワンキル取取ったた、えー、センターを取りに行きましたようやくセンター詰めですね、これが大変これもうちょっと早くしてもよかったと思うんですが、センターからの B バサミ、しかし正面から負けている、カメラがクソ C4 を取りに行きますが、そん中 Apex にもう1人やられます、2 o ン4シチュエーション、日用ジペックスがここまで取った、これ、真通 A サイトの目の前です。 マジスク、KD1、どうにか維持できている男、ADR94、懸命に、懸命に頑張るものの、崩せるか、この A サイト、設置音聞いてからモルドフが飛んできます、これ、飛んでこないか、これ、座右の位置的に飛んでこなさそう、設置中、強気のジペックス。 ここで下がっていきます。グレネードに余裕があり、人数有利も余裕があるバイタリティ。2オン、4シチュエーションから、スモークで射線切られたスモーク、フラッシュまだあるスモーカーと3つも残っているという地獄のような展開フラッシュからの飛び出し、もちろんある PK ぶっ発ち倒しに行くが倒せないマジスクバイタリティ、1人を倒されただけ 設置ができたので最低限の買い物ができるアストラリス12の3折り返しこれもしかしてバーティオでなかなかのボッコですがどううししまょねどうしましょうね,どうしましょうね AWP なしです、このラウンド。変えたのに勝ってません。強気に前に詰めてくる。ぶっ破打ちは当たりません。エペックスが急いでカバーに入りますが、座右は黙って待つ。これ、マジっすか D もらったりです。D じゃない、H もらったりです。ごめんなさい。エペックス W <laughs>。いやー、カバーで待ってたジペックスもワンキル取れない。なんだこれ。 単純に正面からの打ち合いに差が出てますモロトフはエーペックスに刺さりそうではあるが即スモークですねこのあたりも丁寧です真通で1キルは取ったガリルという弱い武器頑張るしかないジペックスデバイスもう1キル2オン2一応12の3という屈辱的な数字には なならないカースト一応まだ2オン2シチュエーショングレード RPK 倒す設置バレてる位置発覚1オン2から前に行く弱いガリルというこの武器前から後ろから襲ってきます非常に良い,い成績を残しているミスターほぼほぼ真通にいることがバレた気がするこれいる位置発覚スモーク展開いや裏回った 裏回った、裏回った、抜けるか、足音立てた、ぶっぱ抜きは当たらなーい <laughs> 勝ってる時のショックスのグッドハーフが入ります、勝ってるときは口がよく回る、いやというか、最近ずっと勝ってるから。 よくしゃべるなかなか見ないっすよこれ、この成績は。アストさん、いや最近ね、準決勝まですら行けてないとあやりましたけど、決勝来たら、なんだかんだで勝つイメージでしたが。 お前たちの時代は終わったとこれからはフランスの時代じゃというバイタリティーめっちゃ広い句でしたっけもう1個あのデンマークのチームで強いとかありましたけどそこがまだ強いですけどね試合全然見ていませんが どうしようというアストでございます。いや、キルが取れなさすぎですね。グレイブ2キル13です。これもう机も叩きますよ、これ。デバイス5キル13です。みんな仲良く13ですが。これ負けますね、これ。ダメな数字ですよ。 日本だと4番とかよくないですけど。それもあんま関係ないですけどね。13号室ないんでしょ確か。あの、海外って。海外ってどの域か知んないですけどね。中東とかってさ、別にそういう宗教とかあんまない。あるけど、あるんですかねあっちの方の宗教は。何番目がダメみたいな。日本4番目ないじゃないですか。なんか知んないけど。 そんな気にするかみたいな。まあ気にする人がいる以上なくした方がいいっていうね。やっぱあれあるんですよけど。え、気にしたことないけど、ホテルもないのある、あるとこあるか。でも海外13ないっていうね。もう4階がある時点ででもさ、無理じゃない ?13 階と。 <laughs> そこはいいんかねでもそうじゃない <laughs> 別に4階に住みたくないって思わない人いないだろうしあんまり13階は嫌だなみたいな思う人いないと思うんでえでいるそういうのを避けたがる人ってでも4階と13階とか嫌がるんかねなんとなく13階はなかなかないですけどねきっと 日本の4番目に関しては、もうそれは仕方がなくないって感じだよね。もう存在してしまうでしょ、基本的に。4番目までは。13番目ってなかなかないけど、数的にね、多いから。4番目ってもう、だって、なんか、なんたらそうとかでもあるよ。<laughs> コーポなんたらみたいなのもあるよ。ちょっとくだらない話をしていたら。 取らなきゃ終わるラウンドがやってまいりましたこの前なんかよくわかんないピストルキルをしてくれた座右先生ですあれ何が起きたんですかね本当に一応ピストルラウンドに関してはうーんパーティーを敷いて有利だと僕は思うんですけれども勝手にさあミスターワンキル取るミスターがとにかく強いですねこの試合 この試合このマップわあわあわあ座右だ座右だから致し方なしかデバイスもクロスァイア引いてるけれどもわあわっわあ <laughs> 無理ですね終わり終わりやめやめ 結局何がついてる座右のピストルが強いんですよ。結局。あの、アウパーってけあの結構ピストル強い人多いんですけど、顕著ですね。はい。座右に関しては。飛び抜けてますね。そう、シンプルと座右は、両方強いんだけど、ピストルはね、座右の方がマジ強いと思う。 真っ白、いいタイミング、取れないキルが残念なところ、いいフラッシュではあった。やはりこの高低差、角度的に厳しいところがあります。オーバーピークしすぎると、この階段に入ってない敵に倒される可能性がございます。当然、フォースバイをするしかないアスト。一応、ピストル落としても、フォースバイで勝てれば、大きく有利はつきます。 このゲームいいですねーワンピークして見えたところ同じ位置にいる座右が今のは悪いですもう一度見えた位置で同じところでたま止まってたらもう読み打ちされて当たり前読み打ち当てて当たり前なので当てた方がうまいですけど当てた方もうまいですけれども動かない方が悪いです a p ペックス随分プレッシャーかけました デバイス音聞いてなーいミスターターで PK なんか喋ってた足音立てたのになぜかガリルガリルで問題なし AK に変え変え変える今のはデバイス普通に走ってたのでおお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  食すぎる位置バレました、まあ。マック10なのでケチる必要性はないという強気な話。ワンキル、ツーキル。サマワンオファイブクラッチか四方ドロップしてるので積みです。マック10からマック10へ。ごめんなさい。いいえ。食すここでセーブを選で次のラウンド、同性コラウンドです。ケチって OK でございますね。今、マック10でダブルキルを取ってえ、600円ほど稼い、ごめんなさい。1200円ほど稼いだので、それでも問題ないですね。 これで1350円貯まっているので、お金が入った見方とあんまりお金残り残数が変わらないという話になりました。フォースバイにはフォースバイを。ごめんなさい。このラウンドフォースバイで返していきます。バイタリティ。そうですね。セカンドラウンド負けたらサードラウンドはフォースバイで返すというこの世の鉄則でございます。これ鉄則しないチームはちょっと見たことないですね。今のところ。今のところ見たことはございません。 続きにアスト攻めます待っていたって負けるんですラウンドプレッシャーかけれるラウンドプレッシャーをかけ続けるわあ、デバイス何やってもダメか今日はデバイスちょっとひどいですねまあ今の作戦もちょっと怪しい感じしましたもんね フラッシュを入れて見に行くのはいいんですけれどもそこから得られるリターンがあまりないというところ、まあ、エリア取れればおいしいんですけどそこをどうせ維持するわけではないと思うので強気に行くのは大事なんですがスモーク2つ貼られているところに飛び込んでいってスモーク越しにフラッシュを避けられてというシーンでしたエペクス当然サンドは警戒しています B 同時でいい当てるーそのままフラッシュの展開 スモーク展開プレッシャーかけます本命は B サイトですこれセンターからガーディアン A バサミいや B ですねこれ RPK1 キルこっからの立ち回りが重要特にこのデュプリードどう守るか直接は倒す振り向いてうー狙いは悪くない狙いは悪くないがキル取れないバイタリティ強いっすねー フォースバイで負けて、フォースバイで見事に返していきます、バイタリティー1リ3マジックセーブをするかどうかの決断を迫られていますが、あんまり行きなさそうですね、これ。キットは持っていますが、こっからの1リ3はどうしようもないです。まあ、一応1人ベリーローがいるので。 こっちに来る可能性があるのでちょっと待っていましたが誰も来ないのでそのままセーブ完了デュプリフリームキューちよ,よかったんですけどね RPK のどこかに当てていればもう1キルから1オン2というシーンでした、まあ、でも1オン2でもの多分いかなかったですねクラッチは。 4-14バイタリティーあと2本 2> 16ラウンドきついですねフラッシュ入れて強気の立ち回り進出方面誰かいるということを話をしてもちろんキロを取りにいきますマジスク待っていたって勝てないんですスモーク抜きも当たってるスモーク抜きも当たってるこの試合アストロリスで唯一センスのいい動きをしているマジスク デプリー B 側は誰もいないという話をして、えー、まだ警戒し続けてというところバイタリティはやはりスロープを取りに行きたいようですそこにはマディスクが待っていますが C4 ドロップスモークを追加で炊くマディスクほんと懸命に頑張ってるダメージ的にちょっと厳しいですそうですね AK と切り替えて <laughs> うわー ん <laughs> ヒーロー変身中に来るやついる終わりヒーローの変身シーンで登場する悪役がいるミスターエース23キル7ですミスターさすがミスター汚い ミスター2回目のエースですこれ変身中に攻撃してははいいけないとえっキリ切り替えてほしいなっていうちょっと今でもアストはなんか話してたっていうかなんかアイコンタクトしてましたね死んだーなんか知らないけどちょっと孫ついてたわけじゃないんですが死んだー 迅速に武器チェンジを行わなかったんで死んだー <laughs> いやー、ミスター強かったねー、文句なしでしょうか、これは26キル7です、明日はもうこのラウンドお願いって感じですね、何しても,もうまくいかないので、えー、まあとりあえず行くだけ行こうっていうところですね、これは26キル7です、3.7、ADR117。 ザイユーとミスターの中身違うとかないよね <laughs> 中身が違う疑惑出てきてますけど、これ。なかなか見ないですけど、ダブルエース。スモストキル4キル、モスト4キル2。それより言うことあるんじゃないの <laughs> ?5 キル2回した方がちょっとあれじゃない言うことなんじゃないですかね、ちょっと。RPKMVP4 つ。 いやーどうしどうしたどうしたこのフランス人大きく差をつけてと言っていいでしょうガチボコでございますこれダスト2どうなってしまうダスト 2? ゲームになるんですかねこれいやまあアーストピックだと思いですダスト2はパ <laughs> ーティゴがバイタティピックですねきっとどうするよさあニベラがやってきましたまあこれはもう 固定っぽいですね。ミスターがいくら調子良かったとしても、マップによって変えていくスタイルですね。まあ、これはもう、あのー、しょうがないじゃないですけれども、え倒、ー、されてる、えー。これはなんかよくわかんないんで、えー、まあ、日休憩時間ってことにしてください。あじゃ真面目にやってる感じですよね。なんか、ちょ真面目にやってる感じですよね。 何してんのこれマジで <laughs> 何してんのこれ <laughs> いやマジでブラストプロのことナイフラウンド謎ですねもうザイも戦う気なくてアストのウィンカーンですねえーどうなんすかねこれ ピック…バイタリティピックなのかなこれ要するに、まあ、謎でございます <laughs> 小学生みたいなことしてるしパブじゃねえんだぞパブじゃというわけで2マップ目行ってまいりましょう先に守るのがアスト先に攻めるのがバイタリティですえっ のアストだよねナイフマジでよくわかんないですねいやマジでマジでよくわかんないですけど謎でございますがはい始めていきたいと思います、まあ、テロ有利なんで基本テロ取るんですけどちとブラストプロのこのナイフと格子交代に関してはなんかよくわかんないんであんま考えなくていいと思いますね オサセンター、スモークではなくデコイ。ニューマルのぶっぱ打ちは残念ながら当たりません。スモークを入れていくが、グレイムのぶっぱ打ち、スモーク抜き一応当たってます。すごい勢いでキャットを抜けていく。スーッと A ラッシュです。さあ、デバイスは、もちろんこの遠距離ワンピックを取りに行きますが、逆に頭当てられる。そうなると逃げれるか、一応逃げた。 ジペックスが対応しますが残念ながらワンキル取れずに設置完了もちろんキャット設置というシーンキャットに逃がさないとグレイブが立ち回りに行くが勝てない4オン2シチュエーション味方がキラー取ってくれているニベラヤダ箱コで懸命に耐える懸命に耐えるがマディスクショワンショット2ゴまで残っている座右ですがここでダブルピークマディスクに処理されます1対0でアストロイスピストルラウンドに勝利 いいですね。いいリテイクでしたで。デバイスが A ロング倒されずにヘッドもらいましたけれども逃げれてそのまま人数有利のまま、まあ、キャット方面には多めに人数を逃がさずに打ち勝てたのが大きいところかグレイブ死んだ時ちょっとヒヤッとしましたねちょっとグレイブは本当当てれてないですね ジペックス早めにトーテムで上に登らせてくれましたおーっと M44 つグレネードなしが多いグレネードをほぼ持たずに M44 つでのこのセカンドラウンドですアスト大丈夫かというところだがサードラウンドに向けてというところもあるのかもしれませんこれ勝てればアストラレス大きくアドバンテージ SMG を使わずに済みます モルドフ入れてもらってからの逃げる敵に対してデュプリー抜いていくその後 H 追加抱きこれは痛いエイペックスのヘルス44名逃げる敵に対してのスモーク抜きですが残念ながら当たらない C4 取られてしまいますさあそんな中 B ロングでアクセスしていた敵デバイス1キル取ってのもう一度覗いていくデュプリーと綺麗なここで2人での守り方 残った1人ショックスおぉヘルス26、K、前に出るそれはよく当たらずに前に出たショックス2人でスモーク抜いてたんですけれどもどちらも当たらずというシーンでした多分左端右端と抜いてたんですね 真ん中に立っていたショックさうまくスモーク抜きの間を抜けていくような形さあー対ロ、あすと大きなアドバンテージを得ることはできていますハイミットに対しての1その後グレイブがキャットから出てくるというような形なんという嫌がらせ HE 決まってたらそのままヒットスロー入ってる敵に対して切り取ろうとしたんですねさあお願いお願いということでスモークを張って左から右へと行く敵に対して当たらないかなとエペックスって言いましたが残念ながら外れていますいいと打ってましたねしかしさあミッド方面5人で展開しているバイタリティまだどちらに行くかは分かりませんエト方面を抑えているのはもちろんアストラリスです この辺りは M4 を受け継ぎつつグレネードを買い足すだけで良かったということで武器にも余裕があります。唯一の SMG SM 持ちはグレイブです。さあ、打ち合い。座右が取っていきます。11交換。グレイブさすがに負けるわけにはいきません。このシーン。センター抜けではなく、しかしキャット抜けを選択。武器は拾いませんでした。対応プレイヤーはデバイスです。先ほども散々な結果でしたが。おーっと、ニベラのヘルス90カット H がっつり刺さります追加の H はなさそうさあ黙って攻めていくヘッドに当ててゆっくり詰めてくるまだデバイス粘りますまだ粘るまだ粘るさあ設置後ろから来てくれた座右ンキル取りますが設置とともに倒される残った座右ここで負けてしまいますデバイスダブルいやトリプルキルでのフィニッシュです まあバイタリティは設置できればいいというラウンドなので十分な戦果を得ましたねダブルキルプラス設置という素晴らしいバイタリティエコラウンドをすることができましたさあ本番はここからです在優が AWP を今回は持っていますそしてデバイスの AWP お互いのアウパーでの エースプレーヤー同士の勝負が始まる。左右の立ち位置ちょっと悪いですね。デバイスは早めにセンターの時に行けるところだが、スモークを焚くだけ炊いて、他へと移っていきます。HE 飛んできましたが、これは当たりません。怖い HE を本当に投げます。 セ体に対してのプレッシャーをかけつつ、ニベラキャット方面へ。現在まだ1キルも取れていません。バイタルティのスコアは散々というところ。ちょっとエリア取れてない。イ1、物当たり。<laughs> やだね、ほんと。ダブルで入ってこないで、片方ずつ投げてきて、このどっちかに当たると、ヘルスが半分削れるという予知。 一発よけて安心となってたらこれですねええとんバイタリティここで初めて取りに行きますジペックス黙って待つジペックス打ち勝てるかどうか残念ながら打ち勝てませんでしたデバイスにタックスがフラッシュを入れてからの飛び出しフラッシュ残念ながら当たっていないエーペックスもそのまま倒されるデバイスワンツー3人目は座右です 2on3 シチュエーションから、ここでセンターを取りに来たアスト。いいタイミングいいタイミングだデュプリー1キル取って、フラッシュを自ら入れていくこれは抜けれないところダブルフラッシュからの後ろにはいけないということで、座右正面切って倒しに行くが、ここでグレイブが中で待っています。半分頭見えたところ、モロフで燃やそうとしたところ、グレイブあえて出てった。しかし倒せないうーん、グレイブ弱い ここで逃げようとしたところ、グレイム。それは逃がしませんでした。うーん、グレイム、やはり、ちょっと、不安が残る打ち合いが続く。まあ、今のに関しては、えー、死ななきゃいいというか、時間を稼げればいいというところなので、まあ、左右に振って、自分が死ななきゃいいやという立ち回りをしていたら合っているんですけれども、AWP に倒して体を晒して打ち合っている以上、うーんっていうところですね。座右が当てなかったから良かったもののというところでした。 バイタリティタイムアウト先ほどのアストラリスと逆の形を踏んでいますテロ有利なので全く取れていないこの辺りで取りたいということはバイタリティもちろん分かっていますがお金がないです さ、はあ、やはり、エイトンを渡せないというアストラリス。一方、バイタリティは本当にエイトンに対してのアクセスは行ってきません。最近、これよく見ますね。エイトン、トリ、コナイマン。まあ、ちょっとリスキーっていうところで、リスクリターンが合わないという結論になってはいそうなんですけれども、まあ、全く手を出さないとちょっときついよねっていうところです。まあ、バイタリティ、このラウンドはエコなので、えー、グレネードの本数上、手を出せないところは仕方がないか。 ソセットスモーク、下に行くか上に行くかどっちでしょうさあ、下に落ちてきた、うー、いい反応ですが、ニベラ、かす当たりという形、かす当たりにしてもヘルスちょっと少ないですね。ヘルス少ないというか、削りが少ないですね。だガレネードだけを使ってバイタリティ、なんと設置に成功しました。これ、非常に大きな設置でございます。 オーモロに投げていけここで RPK とショックスに物当たりめちゃくちゃ痛い基本めちゃくちゃ痛いが4オン4シチュエーション飛び出していくワンキル取ってさあ CT ベース方面の2人は抜けれるような布陣にはなった抜けれるような布陣にはなったそのまま綺麗なリテイク残った1人在右燃やされ撃たれのやってられない4対0から5対0へフラッシュ入れてから CT ベース方面見張っていた2人を倒しに行くのうまかったですね ポイントの2人が完全に腐っていましたそしてあの CT ベースを取り押さえていた1人2人をキャット方面に引かせることができれば今度は CT ベース方面の2人が生きてきて人数有利を作れてそのまま取り返せるという寸法事前に入れていたジペックスの A チも刺さっていたのでヘルスがハーフカットされていてヘッドショット一撃即死圏内同打ううち2発でも死ぬというところだったのでアストには随分余裕がありましたそしてバイタリティは余裕がなくなっていました 取りに来た決まるパイタティここで初めて取りに来ましたその後依存せずにそのまま B サイトへ流れていくいいフェイクですねこれえー、その後アストラリス A トーンをあっさり捨ててそのまま B 固めそのまま在イを倒すスモークに対してスモークのカウンターマディスクスモークとスモークの間に立つ形 これスモーク抜きされなかったら一番強いタグですね。ここに対してフラッシュっていうのはほぼ入らないので。バイタリにー困りました。せっかく取ったエロンをかせてないという展開です。センター2人。座右が倒されてしまいました。センターに対してのスモークが展開されます。それをデュプリーが抜けてはいかないですね。さすがに。 現在 C4 はニペラデフォン AK 抱えてそのままスモークを貼ってくれたんでねこれシティ側のスモークを貼ってくれたんでそれを利用して A サイトから B サイト方面へデバイスは逆にキャットを詰めてキャットからという情報を引き出した残り時間30秒 B バサミ確定 <laughs> マジスクディプリは当然、A えー、ビートの方を警戒していますマジスク隠れている まだ飛び出さないここでは11交換してからのマジックの飛び出しワンツーキルこれはアストの守りが完璧先ほどのバーティゴとは全く違う展開になりつつありますアストとバイタリティが完全に逆転しましたねバイタリティは何をしても決まらずアストラリスは何をしても決まりますエリア取りがバッチリそしてエリア取られた時の取捨選択がバッチリという展開 6対0、ラウンド差1つだけです。あ、ごめんなさい、ラウンド差1つだけじゃない。バイトアイチ、ラウンド1本も取れていません。何を見て発言をしとるのよ、お前は。<laughs> 久しぶりの合実況で、喉が痛くなってきたし、算数ティアすぎーるんですね。喉も詰まってるし、喉も痛いし。 鼻も詰まってるですね。喉詰まってるのはご飯の食べ過ぎですね。まあ、頭の回り方が散々ですね。もうしかも20時ぐらいまでベッドにいたし、20時ぐらいまで嘘かもしれないわえでも20時ぐらいまでよベッドにいたかもしれない。本当かもしれませんね。はあ、もちょっと日の光を浴びないと頭回らないものでございます。本当にドラキュラにもならないといけないかもしれません。2人と喉詰まるらしいよ。嫌 <laughs> ですね。 H、残念ながら当たりません。当たるーもう嫌だというエ p ペックス。これだからダスト2やるのは嫌なんですよね、アストラリス相手に。H、当たるーもう嫌ですね。もう嫌ですね、これ。B バサミに対してリプリーこの位置。ノーケアですが、これ。RPK、出る選択肢ですが、ここで後ろちゃんと警戒ですね。 その後デュープリー、この位置強いです。ものすごく強いです。マディスク、華麗にダブルキル。ちょっと今日カメラが冴えないですね、私。マディスク、トリプルキルでフィニッシュの対0。ちょっと、頭が回ったですね。ウイスキーでも飲むか、これ。

アルチューみたいな発言でしたけど私は大丈夫ですさあ7対0 <laughs> 俺も気合を入れていかないといけないというところですが本当さっきと逆の展開ですねバイタリティは1本も取れずにずるずると引きずりアストラリスはそのまま流れを手にしてお金はある程度持っておりますエコラウンドの内容自体はバイタリティ悪くないんですけれども結局ラウンドが取れないという本当にさっきと おーっと、HE はこれ当たりそう。当たる。戦闘はマジスカ、切り崩していく。ブッパーチは残念ながら当たらない。エコラウンドの内容はいいけれどという展開です。設置音聞いてから、HE は当たる。もう嫌だというバイタリティ。これ削れてるの全部 HE です、この3人。強気に行くしかないという結論か、これ。 悪くない選択肢シー、座右ワンキル取った結局は座右エーペックス合わせるが倒せない近くにいるのがバレてる座右フラッシュは避けていやー、いいぶっぱ打ちですねー読み打ち走り打ち飛び込んできたここでデュプリーに仕留められますもちろん時間はまだ間に合う8対0、バイタリティおいしいラウンドいいラウンド続きはしてるが切り崩せず エコラウンドの内容は悪くないんですよね。設置までも連れ込めてますし、相手も2人程度、2人前後、常に落とせてます。アストラリスはじわりじわりとしかお金が増えない形にはなってるんですけど減らせてはいません。2人までなんで。エコラウンドの内容としては悪くないだけで、結局アストラリスのプラスは傾きません。悪くはないが、良くはないんです。乗 グッドではございません HE ロ当たり RPK ヘルスかこれはカス当たりでしたね Xbox でニータリも当たってましたスモークもミスる大丈夫かちょっとバイタリティー 嫌な展開が本当に続いています。エイトン取りに来た。坂下にいるのジペックスバレています。ここでニベラがワンキル取っていい流れとすることができるかどうか。ジっプリスモークの中バレているので、スモークを追加だけしてぴょん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 飛んでいき、華麗に逃げてのダブルキル。そのまま上に味方を寄せてエイロンオールということがほぼガかかこれエイロン側3人中残り2人がいることがバレてるので、ほぼほぼ A です。

ここで上からエーペックス打ち下ろし成功させました。8対1、ようやく1本取れましたけれども、なんだこれデジャブだぞ。先ほどの、先ほどのバーティーグと同じ、全く同じ展開でございます。8本中、8ラウンド取ってようやく1本取れて、1本取れたけれどもアストラレス有利は変わりません。これバイタリティっていう置き換えるだけで同じこと言ってますね、私。 このマップはテロリスト有利でございますので、アストラリスは8本取れた時点で前半有利が確定しております。前半というか後半有利に進められることが確定さしております。ニメラワンピック取りますね。フラッシュ食らいつつ、ぶっぱ打ち当てていくことに成功しました。4人をかけたにもかかわらず、バイタリティそこから崩していきます。 さセンターの B バサミ、ショックスがワンキル取ってのスモーク抜き、ショックス真っ白なのにダブルキルこれはちょっとアストラリスついてなかったですね。ショックスのワンキル、最初のえセカンドキルですね、以外はフラッシュ当たっているにもかかわらず、バイタリティー側がぶっぱ打ちでキルを重ねていく展開でした。では、さ落ち着いてワンキル、この、 AWP はぜひセーブしたいところ位置がバレましたバイタリティはお金に余裕があるわけではないがぜひ倒しに行きたいというところでございますニベラサポートフラッシュ入れてもらってからのワンキル取りました8対2でございます バイタリティはここから全部取らなければというところですがラウンド11本目味方を進出ミッドから速い展開それに対してデュプリーの HE ですねこの辺りはもうバイタリティ来るんじゃないかなという予想のもとだったんでしょうか相手の HE を待つようなちょっと呼吸を置くような姿勢を見せていました。 B ロングに HE はしかし物当たり。痛い。バディスク、いい打ち方はしているが、ニベラのヘルス、ハーフカットの中、XBOX 裏にいるの分かってる。うー、音を鳴らしてしまった。その B ラッシュはちょっと無謀だったか。左右残りヘルスが3、2オン、1オン4シチュエーションからスモーク、晴れ越しに抜いていく。B バサミ、完璧にアストラリスに完封されてしまいます。HE で削られてからの、 スモーク抜き、あれ抜けれませんでしたね、ちょっと。B 中1人だったらどうになったかもしれないですけど、B 中2人で守ってたので、フラッシュを蹴る要因も1人いたということで、スモーク無理やり抜けていくのはややナンセンスだったが、デプリーのぶっぱ打ち、今度は当て返していきます。フラッシュ、スモーク展開、自分たちがしておいて、 フラッシュ展開オンを聞いてからバスンと打っていくスタイルエーペックス黙って詰めて1キル取れましたこれはラッキーそのままもう1キル重ねていきますがデュプリーのカバーどうにか間に合いますしかし B 中2人が残すのみとなってしまいました2 o ン3シチュエーション当然リテイクに行こうという大きなアストラリスしかしキャットにこのスモークは非常に強烈設置完了2スリ3キャット と2人で攻めていきます。そこに対してニベラが見つめるこの位置うおおマジすく頭半個分から 2on2 へサイト内を燃やしてサイトへのクリアを確定させます1位は残念ながら当たりません在ー負ける 1on2 ショックス裏回り12キル 1on2 クラッチ強烈 これがクラッチマスターの立ち回りマジスク正面から華麗にダブルキルこの設置位置はああこれはロング設置残り1人は A ロングか誰しもがそう思った瞬間ショックス裏から登場完璧ですね A ロング設置ポイント中設置からの大裏回り キャット裏取りですねショックスいいセンチしてますキャット設置じゃないからこそキャットに来るわけですね9対3 バイタリティ一応3本目は取れてますけども、全然足りません。途中で1本渡しちゃったのも痛いですね。マジック早仕掛け、ビートン下へ。ビートン方面には全くアクセスしていないバイタリティ。そこから A トンに行ってます。r p ケアちゃんとケアしてますね。これ、偉いですね。味方が A トンにアクセスして誰も来てない、何にもしてない。 アクセスしてこないのおかしいということで警戒していましたがデュプリーここでヘッドショットうさんくさいあ,あの距離ちゃんと待つのにヘッド決められるのはたまんないですね TG に対してスモーク2つモルトフをちゃんとトラック裏に入れてのそこから A ロングプッシュです 中にジペックスが控えていますおーっとジペックス後ろ見てなかっただいぶ燃えますスモークさらにキャットを塞ぐような形で入ってきた在右ここで外してしまうが落ち着いてデバイスも1キル取れない座右に対してキルを取っていく3の10どうした座右5の11なんだお腹痛いのか 座右バーティオに引き続きあまり成績が伸びません RPK に関しては2キル12です先ほどのグレーブと同じような形でだいぶ仕事ができていない座右に関しても AWP 持たせてもらってるのに全然キル取れませんね外しちゃいけないところで外してるというような印象が受けます先ほどのシーンもカバーで1キル取らなきゃいけないシーンで外してそのまま味方が倒されてというシーンでした さすがにバイタリティ H に対してきっちり警戒してきて当たりづらくはなっているが現在ユーティリティダメージが100をみんな仲良く超えているアストラリスデプリーだけ87ですけれどもまあ十分ですね今日はこの B ロングのマディスクのスモーク抜きが刺さりますリロードタイミングでここで詰めていくというおいしい選択ですが C4 ドロップからの12交換 RPK ここで光りました 2オン4シチュエーションからこのラウンドセーブしないと次のラウンド買えなくなるのでアストラリスはセーブを選択しましたバイタリティは倒しに行きたいのは山々だと思うんですけれどもバイタリティも下手に死んでしまうと次のラウンドの場合ができなくなる最終ラウンドの場合ができなくなるのでここはちょっと慎重に立ちまってます3人が残るように座右は1人でここでワンピック取りに行きますがデバイスに倒される まあこれはスカウトから AWP にもしかしたら変えれるかなというような形でスカウト持ちの座右側オークションしてきましたね他の3人は M4AK 持ってるのでこれをきっちりセーブするような形で幕を閉じます14ラウンド10対4 さあ前半最終ラウンドです10の5で折り返したいバイタリティマストはほぼほぼ安泰ではありますけれどもこのラウンド武器不利ですので相当厳しいラウンド武器を持っているデバイスマジスクジペックスがどれだけ立ち回れるかデバイスの AWP そしておっとこれスモ撲腰だったので A ペックスは見えなかったか A トーンは引き渡すようなラウンドアストラリス続いています無理に守りにいきません逆にバイタリティサイドは、まあ、武器優位ということもありまして強気に A トーンを取りにいきますさあ TG に対してスモーク展開 A ラッシュ SMG のぶっぱ打ち当たるヘッドに当たって !HE はこれは当たる痛いて危ねえ !RPK ヘルス1残りふわりと浮いた HE! どうにか RPK 生き残りました壁抜きでも死にますこの箱裏いるの嫌なところ燃えるデバイスの壁抜きに倒されるワンオンスリーシチュエーションから在庸 隠れると思い出してきたとグレイブを抜いてそのままデバイススモーク抜き残った一人座右となると怖いところでございますがここは見事に倒してくれました11の4での折り返しですまあアストはだいぶ安心できるスコアを取ることはできました、まあ、テロでラウンドファストラウンド取れればそのまま突っ走りたいねというスコアバイタリティは まあ、座優先生に頑張ってもらうほかないというラウンド差でございます、まあ、頑張ってもらうほかないと言いつつバーティオンはあまりまあチーム勝ったんで別にいいんですけれども非常に高いスコアを獲得したわけでもいない座優でございます アストはスモーク一つだけ。まあ今スモーク一つだけで TG 抜けたりするんだよね、ピストルラウンド。たまに A ロン取ってそのまま。いけるやろっしって走ってきますね、みんな。 守りづらいこのダスト2バイタリティどう守ってくれるんでしょうかまあユーティリティに関しては大きく差は出てるんですけれどもえダスト2の HE に関しては当てやすい方ではあるのでまあまあこんなもんっていうところではありますテロ側で HE ユーティリティダメージが伸びないっていうのは仕方がないので まあバイタリティに関しては、作戦として取り入れてないっていう感じですね。作戦としてで取り入れてるチームは、まあ、あのスロープにダブルで1位入れたり、A、ステージ B 論の奥の方ですね。あのサイト内の一番奥で、よけ AWP が頭一つで待っていらっるあの箱の裏に対して、スモーク越しに h 位ダブルで入れていったりっていうような作戦を取ったりするんですけれども、バイタリティは単純にそういう作戦を取らなかったので、ユーティリティダメージとしては大きく差がついているというシーンですね。 フラッシュはきっちりと当てれてはいたんですけれども結局木につながらなければ意味がないというようなグレネードさでございましたちょっと流そうだからちょっとさっぱりしておこうよリストラの足り流ししゃおうかも水持っています 失礼しましまた帰ってきました 2on3 から有利がバイタリティまあ取なんて始まらないですねバイタリティはとはいええー、おそらくエーロンは確定している形ですねニベラが裏を押さえているのでエーロン方面は確定しているところザユが一応センターの方も警戒してくれてはいますがというシーンさジペックスとデバイス黙ってエーロン詰めての キャットの方で音が聞こえたスモークダブルから強引に取りに行きますしかし座右が黙って抜けるこれ黙って抜けてのジペックスのヘッドには抜けないジペックス懸命に耐える1オン2からのせーのでダブルピークですね11の5へまうやて足らなきゃいけないラウンドは取れました アストもちょっと設置すら焦げ付けてないので、これセカンドフォースバイしなくてもいいところではございます。果たしてどうするかしませんね、これ。そうですね。設置すらできていないので、セカンドフォースバイしない形。バイタリティは M4 なし、ファマス3つに SMG2 つという。ファマス3つ。これでどう守るか。 サードラウンドで倍してくることを込みのような買い物の仕方にはなっています SMG オールとかだったらサード勝てないので黙ってるエーペックス飛び出しいいっすねーカバーでワンピック取って下がる HE は投げるこれは避けます相手には HE を当てるが自分たちには当たらねえそれがアストリウでございますが単純に打ち合いは勝てません エーペックススモーク越しにもう1キル追加でフラッシュを入れる準備はしていますこれ体見えたらフラッシュ投げる形エイペックスからの指示待ちですアストは未だにキャットを狙いますスペックス黙って詰めて ここでフラッシュは展開それはもちろん避けていく <laughs> さあどれが D か分かんなくなったということで D を取ってもう一度ワンピック取りに行くがエ p e ックスが強いですねエーックスが強いですねカバーのフラッシュが飛んできて真っ白前に行くしかないが倒されていきます11の6 まあ、グロックしか持ってないようなものでしたので、仕方がないというラウンド。11対6、バイタリティ。あと5本です。このラウンドは、アストが取らなきゃいけないラウンドではあるが、果たしてどうなるか。デバイスは先ほどのラウンド D を購入していたため、ここで AK は購入できずに、スカウト短期。スカウト購入ということもあって、A ターン取りに行くのかなと思いましたけど、ミッドで運用するだけのようですね。 さあなんと B 中0のバイタリティですがそれに対して真っ白いや中入れるぞこれスモークを焚いて中に入っていきます早い段階のリテイクせざるを得ないというところでショックスは XBOXLINE の HE は残念ながらあいや当たるさ窓からのリテイク行きたいところだがなかなか入れないアストロイスもこの後期は濁しませんディプレイ HE 当たってヘルス6 設置は、なんかオープン設置というかなんかすごいとこ設置した。そのとこ設置できるんだという位置。フラッシュ入れて時間稼ぎ、ステージに行きたいが、在勇出てきたところ倒されてしまう。どうした在勇普通に打ち負ける在勇です、今日。3オン4 s i t u a ーション人数不利からのリテイクは、これは相当きつい。この B サイト、入り口正面から2つです。そこを守りきるのは相当大変。 守りギルドがそこから攻めきるのは相当大変ワンキルトリックが12交換もう2人ニベラ強かったアストラリス勝ったにもかかわらず全滅バイタリティ344から逃げてくる敵を倒すという選択ぶっ刺さります 在右、ザイユーラグそうですね先ほどやられてしまった在右のシーンなんですけれどもデモの故障かなと思ったんですが在右が飛んでるように見えましたちょっと、えー、テクスチャーというかグラフィックがちょっとラグくて単純にきついという話のようですバイタリティ2人をセーブしつつ 相手を全て削ることに成功しましまたこれ大きいですねお金としてもこのラウンド倍できますしなんとアストラリスここで勝ったにもかかわらずお金がないですはいほらありがとうございますさあちょっと長そうなので回線トラブルなのでちょっとスキップしちゃいますね少々お待ちください ヨーロッパのインターネット回線事情ってどうなんですかね僕ら国をまたぐと、コリアンかチャイニーズとシンガポールあたり以外は、基本的にラグいってイメージじゃないですか。お隣さんだぐらいは余裕っみたいな。なんか2個ぐらい染めなら余裕っぐらいな感じなんですかねやっぱり。ちょっとヨーロッパのね、 広さもなんか俺ら的にパッ,パッとしないよね多分パッとすんのかな、まあヨーロッパ旅行行ったことあるよって人はある程度想像つくんでしょうけども北海道と九州ってあのー、距離的にヨーロッパでいうとここからこことかあるんですかね え、ドイツとかめちゃくちゃ小さいやろだってあれ確か。長野県ぐらいしかないでしょ確かそ。それ言い過ぎそれ言い過ぎえ、言い過ぎじゃないんじゃなかったっけいや、それは言い過ぎか。それ、それは言い過ぎだな、多分。さすがに言い過ぎだな。東北地方ぐらいしかないのか。 だよね確か違ったあれなんか相当ちっちゃいでしょあんまりね詳しくないのに言うとねバカにされる危険性があるので,でなかなか難しいよねドイツからスペインが北海道から九州ぐらいの距離っぽいドイツからスペインがえっじゃそうあっんえじゃえ群馬ぐらいしか群馬じゃないや 長野県ぐらいしかないんじゃない、ドイツって。はい、ウェバルル。はい、ウェバルル。あ、なこれ。したら七百四十八番さん。それなりに広いけど、回線会社による。そうだよね。あのドイツでかいわ。<laughs> ちょっとば、ドイ,ドイツバカにすぎた。だいドイツ、ドイツ北海道より広いわ。ドイツバカにすぎたわ。あ、ドイツこんな広いんや。 ドイツ思ったより広いな。俺なんかこ,うこの辺と一緒なのかと思ったわ。シベリアとか、この辺 <laughs> オーストリアとか。そのぐらいのサイズ感かと思ったわ、ここも。<laughs> めちゃくちゃでかいやん。ドイツめちゃくちゃでかいやん。<laughs> あチリーヌーブが出ましたね。でも誰もすぐ突っ込まなかったあたり。 誰も自信なかったでしょ仲間やよこれ。あ、そうなんね。めちゃくちゃでかいね。東北地方の3倍ぐらいあるやん、ドイツ。メルカトル図法。で見見るると小さく見えるだけよ知ったか <laughs> メルカトル図法。メ確かに。確かに、メルカトル図法あるやん。メルカトル図法あるやん。 どれがメルカトル図法じゃないのかやめろってこれロシア実はそんなでかくない理論でしょアメリカ合衆国とカナダを合わせてもアフリカより小さいこれマジ <laughs> でかすぎひんあ海回これやばいっすねつうかめちゃくちゃ1位停止してますね えメルカドル図法はさあれダメじゃないえ結構あれで各国のイメージがこうなんかあるやんえじゃあ。じゃあどうしろってのって言われたらあれなんだけどさあのよくわかんないやつってやられるのも困るんだけど要するに地球儀を買って地球儀を見ればあれはリアル面積なの そうだよね、あれだってはっつけてるわけだからそうだねあれを長方形にしようとするからよくないでしょ確かそうだねだから南極が世界最大の大陸みたいなことになっちゃうでしょ南極と北極が南極と北極があれ何みたいな世界,世界を二分する大陸みたいになってるからねあれそうじゃないでしょってとことだねあれちゃんとしてるやつはメルカトルでもちゃんとする芝川 実寸でもバカハハハハハ確かにロシアがクソデカなのに変わらないでしょうロシアクソデカ理論は変わらないですかねえじゃオーストラリアは結構怪しいもしかしたらあれまあカナダも確か怪しいよね 位置的にオーストラリアだったら怪しいんかなえ、別に言うことシンガポールがシンガポールじゃないや。なんだっけあれロシア、1710万、日本、38万。ロシア、デカ好きなんだよな。オーストラリアはでかいやろ。オーストラリア実際でかいあれ大陸としての威厳保ってる。大丈夫なんかオーストラリアの右端ぐらいについてるあのニュージーランドみたいなやつが実は那覇ぐらいしかありませんみたいなこと言わない那覇、沖縄だわ。 大丈夫あれでもなんか言うべきだよね。言うべきっていうかあれ、ね、難しいけど。実はなんか中学校ぐらい入るとさ、なんかメルカトル図法だからみたいな話するやん。けど、やっぱなんか、世界地図だよ、バーンって言って、なんかもう、島城は持ってこねえな。誰だろう、持ってくんの。 オーストラリア七百九十二万ちょい。七百九十二万ちょい。七百九十二万。あ、でかいね。日本より全然でかいね。やっぱ日本はちっちゃいんですかね。面積的に。さすが島国って感じなんですかね。このクソ。メルカトル図法だと。グリーンランドが。大陸並みに大きく見えるよね。<laughs> グリーンランドってあれグリーンランドってどっちだあっちか。あのー、ヨーロッパの方のあれか。さお寒いところか。なんも、あれマジなんもないでしょ、あそこ確か。あれ確かにクソでかいよね、確かに。どうしたお前みたいな出方してた気がするけど。これ長いね、多分。お腹空いたっつってんね。<laughs> ちょもう一回スキップしますわ、これ。もう一回ちょっとスキップタイムですね。すいません。 危ないよいしょみんなご飯何食べるみたいな話始めちゃってますねこれあはいというわけで 始まります12の6からちょっと回線トラブルあったんですけれども座右さんここから強いところ見せてくれるんでしょうか多分きついかなというところですけれどもさあ明日はフォースバイを選択しましたさすがに勝ってコラウンドというのはなかなか勇気のいる選択肢でございますそれはできねえというところさあ座右センター守り彼がそろそろ光ってくれるんじゃないかなという勝手な読みなんですけれども このまま何もできずに終わるか、座右。9キル14です。ケリー0.6。HE モル当たりのマジスク。ちょっとヘルスが減ってしまいました。さあ、キャットホームエイペックス1キル取って下がらせることには成功。座右センターでその後引き続きキルを取り続けます。クレイブは一呼吸置いてから攻めるという選択肢。これ強いですね。しかしこの1ピック取れないとそれが意味がなくなります。 急いでニベラがここでカバーに来てくれました。モロトフを入れての時間稼ぎ。キャット側からの敵をシャットアウトします。3イ5シチュエーションからここで B バサミというか、センターからの B ラッシュをここで選択していく。おぉ、在宙さらに切るニベラのスモーク抜き引き続きます。残った一人ジペックス。挟まれますね。バイタリティーパーフェクトラウンド BO3 の このブラストプロシリーズ決勝戦逆転優勝となるんでしょうか左右ちょっとだけ火ついてましたね今明日このラウンドはエコラウンドですおっとフォースバイ引き続きです失礼いたしましたロスボーナス的にもっていうところなんでしょうか引き続きフォースバイ さあエイトン取りに来ましたがおっとここで RPK1 キル取られてしまう H を微妙に避けての Apex12 キルフラッシュは避けるそのままもう一度アクションしていきますがグレーブにキルを取られますその後のカバーの座右はぶっぱ打ち当たる熱い熱い熱いがそのままキルは続く残った1人ショックス101から C4 ドロップ痛すぎる これには困ったデバイス、まあ、ショックスも敵の手がかりが全くないので厳しい展開です C4 があることを確認しました次は A ロングを飛び出して見ていくところデバイスがやってきての落ち着いてワンツースリー当てていき AWP 回収12-8 アーストラリスダブルフォースバイ両方失敗ワンワンまでも連れ込んだが勝てないラストはここでエコーを挟んで次のラウンドバイというところバイタリティはこのラウンドバイはできるもののお金はたまでもありません 2AWP 運用出たーニベラ座右の2ーアウープ。 これが強烈なんです、バイタリティの択。これができるから最近強いんです、この人たち。キャットに入っていっているよという報告を Apex はしております。出ました、ちょっと目があった。HE、これはマジスクに勝つあたり。さあ、再びキャットホームに行ったがよくわからなくなりました。在が待つ A サイトへおーっとマジすく強い飛び出してのワンキルしかしエーペックスが CT ベースからのダブルキル重ねてそのまま RPK カバーに来てくれましたありがとう 12, キルえ12対9でバイタリティが追い上げますアースト大丈夫かテロ有利マップとは何だったのか バストこれマジで大丈夫か一応お金はある早めのキャットの宅ちょっとぐだちょっとぐだっているごめんなさいハイミットを取りに行くショックスめちゃくちゃ早い選択肢ジュペックス当然ノーケア当然ノーケアだがここで気づいた倒しに来ている HC は当然避けに行こうとしたところ座右が射抜く グレイブ・デュプリーの頭を抜いて TK をしてしまうという痛恨のミスデバイスの裏を取るショックスですがデバイスは位置気づいてませんどうしたアスト足音気づかれました AWP は上に行っちゃいましたね まあバイタリティは 2AWP すでにしているのでこれ以上 AWP の追加購入は必要ございません確定名あまりなかったですねむしろ AK 取れてありがとうというところでしょうかあと2本そのうち1本はこのラウンドですアスとはお金がない 一応、髪の毛当たります。ザギュのヘルスが多少カットされますが、ジペ X、髪の毛で削られてしまいました。俺じゃないのにというジペ。アスタは何が何でも流れを自分たちに引き寄せたいが、そのための武器がございません。当てるーしかし外れています、デュプリー、ヘルス18。どうにか生きなられているというアストのこのヘルス。お そうニベラのヘルスサーフカットさあキャットに攻めに行こうというところでエーペックスの元へしかしこれ決まらないんじゃないかなというヘルスナイスねほんと同時で死んじゃうんでさあニベラさらにキルを重ねていくうーんやはりバイタリティのこの6人運用ミスタとニベラショックスを回すという形非常によく決まっています ショックスが裏からこんにちは残念ながら走り打ちだったので頭を取られていましたがまっすぐは飛びません12の11どうしたアスト息をしていない CT マップだからだか方ないね デバイスワンピックぶっ破打ちのコーナー残念ながら誰も見えませんエイトン方面を取りに来たバイタリティ難なく取ります誰もアクセスしていないしかしその間にセンターを取れればいいんですがやはり情報なしのこの状況取りにはいけないというところでしょうかクラッシュをたいて そのままキャットに入っていきます。相手からモルトフが来ていたので、前気味に相手が待っている可能性、あるので、モルト2人でて、フラッシュを入れて飲みに行きます。まあ、これに関して、おフラッシュ入れてもらってからの飛び出しですが、カバーがいたありがとう、ジベックスドア前に2人でエえトン前で待ってると思いませんでした、バイタリティ。これは想定外。しかし、2人を倒しての、 さらにもう一人、在右が抜いてくれた 3-on-3 シチュエーション C4 ドロップはキャット C4 を取ってキャット攻めをしていきます 12-11KD0.9 在右にしては全く調子が出ていない今日 この辺りでビシッと決めていただきたいですがエペックスは裏を詰めに行きますマジシクとの当たり合い勝っていくさあビシッと決めてくれるか在庸1人スルー2人スルーしないそのままフラッシュ入れての25丸は落ち着いてうーんというところですねやはりちょっとらしくないところですが勝てているからいいんですというところ最初の1人スルーしてもう1人 あの瞬間きっちり抜いていくあたりはさすがという AWP のワンシーンでした。しかし2人目はちょっとヒヤリとしたところ、お互いフラッシュ当たって、お願いショットお願いショット、続いて続いて、ラスト一発で仕留めていく座右というシーンでした。12の12、アストロリスさんそうです、座右の心配はいいんです。アストロリスさんアストロリスさんの心配をした方がいいですね、これは。大丈夫ですか特にデバイス、ごめんなさい、グレイブです。 8キル19です先ほどのバーティオもなんかとんでもないスコア叩き出していましたけどあなたあなたはいつあなたはいつ息をし始めるんですかねこれ恋キングのごとく何もしないですけど恋キングって今戦うんですかねいや僕 あの初代しか知らない人なんでコイキングはミニ破壊光線ぐらい打ってもいいんじゃないかなと思いますけどギャラドスになる前からニベラワンキル取っていくやはり流れはバイタリティか大丈夫ですか私はアメをなめ始めました相変わらず跳ねるだけなんですかね朝起きたら突然 機械光線を打てるようになった人の気持ちは分かりませんがピークに対して反応してしまいましたこれは仕方がない一応逃げ切りですがうわマジでマジスクが強い2個インストールさらにもう1キルというところでしたが残念ながらジャンプして逃げられてしまいます3オン3シチュエーションアストは何としても取りたいこのハーフバイ武器は持てていませんニベラ黙って頭半分ですが ジペックスは逆に抜くフラッシュショックスよけて倒しに行くジペックスがさらに抜くジペックスがさらに抜くデバイスの皮うんいいのかそれで WAWP2AWP 運用のアスト13の12取りたいところで取れました ァストは攻めた後2本とりあえず取りたい。落ち着きたい。3本取ったら勝利。2本でオーバータイム確定。<laughs> 調子絶不調のグレイブ。インゲームリーダーとはいえ、仕事ができないところの範囲というものがございます。いないようなものになってはいけません。現在 ADR53。 先ほどからニベラは積極的にセンターでキルを取ろうとしているので座右も同じくデバイスはきっちりケアしながらカウンターで逆に抜いてやろうということでセンターを警戒していますグレイブデバイス2人の AWP でセンターをフルケアこれ本当倒してきてますねこれぶっぱ打ちグレイブ当たる壁抜けヘルス24円 たかがグレイブごときに勝てるような相手ではございません。さすがにグレイブとニベラだとアウパーとしての差があります。壁抜きで倒される。スコープ展開音をさせただけで死ぬんです。ショックスは燃えません。燃えた燃えたんだら出るしかない。そのままデュプリーもちろん倒す。3オン、4シチュエーション、A2B2 守り。 ニベラ倒される。本ンマモンのアウパーには敵いません、ニベラ。ヘペックス、居残り。警戒しながら入ってきたデュプリーですが、倒されてしまい RPK のカバーだーこれは良くない倒して D 切り替え倒せない早めのカバーバイタリティ 13-13! 悪夢は終わりません !2AWP 運用ザユーとニベラ アストラリスここで負けるとお金が下手したらなくなる一応ロスボマックスかロスボマックスならまあどうにかなるかしかし負けるわけにはいかないぞこれ以上テロオりマップとは一体何だったのかエイトン勝ち合う勝ち合う勝ち合うお互い真っ白フラッシュ追加だけ RPK そのまま勝負を仕掛けにいくフラッシュのカウンターが入るが座右がカバーに来てくれたこれは強烈だー デバイス倒されて残った一人グレイブうわー C4 ドロップ倒せませんこのレベル単位になるとグレイブが AWP を取ったところで仕事はできませんデュプリーは持てばなんとどうとでもなります13の14 スストレスタイムアウト3個目です決勝戦セカンドマップ出すとつアストは取らなきゃ終わりますバイタリティはあと2本最近勝ちしか知らないバイタリティです 負けの味をすっかり忘れてしまっています。美味しいものしか食べたくないんですから、勝ち続けていきましょうというバイタリティ。エーロングレイブ一応 SMG でヘッドを貧しくぶっパ打ち当たるいいセンスだフラッシュ物当たりからのヘッドショット、見えてるかのようないいフリックでした。センターも潰しに来た。 フラッシュ、フラッシュ、AWP いるんだろうと、そこにいるんだろうとフラッシュを連射していきます、2オン、3シチュエーション、ザイウー・ニベラ、2アウプが2人残った、ザイーはキャットから来るか、エイロンから来るか分かりません、非常に厳しいところ、キャットを選択、飛び込んでくる、ザイー外してしまう、ニゴマルに切り替える、終わる、これはどうしようもない、外す、どうした、ザイー どうした座右ンスリーシチュエーションニベラがここで、さすがにこのダブルピーク、難しいところでした。14の14。どうした座右 !KD1.1 あるんですよ。十分なんですけれども。 最近座右の強いシーンしか見ていないので2発外すだけでどうしたと言いたくなりますさあ一瞬の、えー、テクニカルポーズですねこれすぐ終わるよーっていう話はしておりますどうした話に関しましてはグレイブがまだ逃げたキルを、えー、取れていないというところのあたりでどうしたというところでもあるんですが、まあ、グレイブ まあ、インゲームリーダーだから、まあ、許されてますね。まあ、他の人は許されません。インゲームリーダーっていうのはどうしてもこういうスコアを取るときはあります。誰でも割と経験します、これ。経験ほぼしないのはフォーレンぐらいじゃないですかね。ホーレンと、インゲームリーダーなのに常に強い人っているホーレンもたまにこけるけどね。イメージとしてあんまないの。ああ、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 もう別に。 ビーキするわけじゃないけどゴー時代のインゲームリーダーやってたラズとかいう人はものすごく強かったですねインゲームリーダーしながら <laughs> 今バロンランダーと誰やってるんですかねあれ分かんないですけどちょっとあっ 怖い怖いよと下がっていきます B バサミアストこれ決めなければいけない展開エーペックス強気に倒しに行くがさすがにもう1キルというのは強欲だったがショックス中で待っています3-4・ 3, 3シチュエーションから C4 はまだ B トンにいるので替えは効くうんー座右倒されるーそのまま残った1人ニベラー1発角そのままジブプリートリプルキルでフィニッシュ15-14 ここぞという時に座右が弱い。ここぞという時に強い男が弱い。スタッツは悪くないんですけど、ああいう時に外さないから座右なんですよ。ですが今日はちょっと弱い。アストのメンツ。ここで負けるわけにはいかないと、クレイブが厳しいスコアを叩いている中、 懸命に4人でキルを取りに行きますマジスクとデバイスはコツコツとスコアを取ってきましたマジスクは本当 D が強烈ですねバーティーに引き続きノースから彼を取って本当に良かったというところですだいぶ前の話ですけれども 最終ラウンドにもかかわらずここでまともに武器を持たせてもらえていませんバイタリティアストはここで締めたいですねきっちり事故るわけにはいきませんニベラはなんだかおっかなびっくり D 持っての箱上で待機しておりますエーペックスが1キル取ったニベラは逃げるプラッシュを展開そのままおおマジック怖いぞひやりとしたシーン座右が1ピックとまた取りそびれてるねこれ うーおーいやーなんか在庫どうした在庫リスクリターンが伴っていない1ン n 1シチュエーション負ける !16 の 14! 最後まで在庫らしくありませんでした。キンキン ラスト一つの差というところ、ワンオンワンシチュエーションからヒヤリとしましたが、なんだかんだでディプリー締めてくれましたというわけで、サードマップ見ていきましょう、ブラストプロシリーズ、勝つのはどちらでしょうか、今ノリに乗っているバイタリティか、それとも元王者、今は落ちたこのお星様、アストラリスか。 変わりまして、ミスター。このマップはショックスがおさらばでございます。バイタリティのこの6人で戦っていくスタイルです。先ほどファーストマップバーティオだと、あそこまで調子良かったミスターです。ずいぶんうずうずしてると思いますが、彼がどういう活躍を見せてくれるか期待したいところ。ちなみに、ナイフラウンドです。 ちなみにサードのナイフは真面目なので何かあるんでしょうねっていうところですねこれ1マップと2マップはみんな適当にやってるんでこれガチのあのナイフラウンドですねめちゃくちゃ真面目でございます <laughs> すごいすごい <laughs> 真面目か <laughs> 嘘でしょマジマジメか <W S 1> すごい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 タイムアップでもいいんだか俺らは。 俺らはタイムアップでもいいんだがきた切り合って勝つのはバイタリティー <laughs> いや待有利なんですかねやっぱり待 <laughs> ち有利なんですかねここまで真面目なのは初めて見ましたけどね <laughs> お互いいいい見合ままししててっていうところでございましたさあ勝ったのは、えー、バイタリティなのでこのマップはどちらを選択するかな守りからバイタリティ側選択していきましたインフェルトに関しては攻め有利ではあるあごめんなさいえー、いやあどっちだっけ統計だと守り有利いやでも俺 言ってた気がするから微妙に攻め有利だったのかな確かまあ攻め有利あそうだね攻め有利だと思っているのですそう,そうみんななんか腕組んでね分かんないあれかもしれない日本かもしれない日本でもあるじゃんあれあの子じゃ分からんって何だっけあれ <laughs> えん あれは円かカゴカゴの中の通りはだからあれは丸かあれ何なん後ろと正面を当てるのあれもしかしてあれって女の子がやさい気味であるんですよねそんな話をしていたら B ラッシュスモークでカウンターエーペックスやめてと言います CZ 持ちの在優ですが前で立ち回るのではなくここでの位置での CZ ちょっと珍しいですねこれ持ってるからには結構前気味で守ってそのまま下がっていくということが多いですが後ろの正面は口めらしの儀式って聞いたことある口めなんか歌ってる声で自分の後ろにいるやつの名前当たるんだったかな,へなか怖いですね なんかいかにも女子らしい感じですね。私の声分からなかったのっていう百合の花でも探しといてほしいところですけれども。ど花一問目ごっちゃにしたいかあ、ごっちゃにしてるわ。花,花一問目もあるよね。ねあなたじゃ輪っかなんだ、それは。さあ A ラッシュです。そんな話をしていたら B ラッシュはフェイクでございました。 さあ先ほど調子がなかったミストですがピストルラウンドだと散々な結果ダブルヘッドショットで詰め,詰められてしまいます二村ロー効いてから余裕でしたということでそのままかしり打ちでワンキル取ってからの素早いフリックも1キルしかしマジックに返される2オン3そろそろいいところ見せてほしい座右ですが本日の座右はそのまま絶不調で終わるのか KD1.1 取ってるのに絶不調とか言われちゃうこの世の中砂場降りていく頭に当てるが倒せない頭に当てるが倒せない マディスクヘルスに残りヒヤッとしたところですが CZ で良かったねという話1対0あの距離は USP の方が強いという悲しみでした払うだけ無駄だった CZ 誰か分かんないですけどホラーありがとうございますもう誰か分かんなかったもう正直なんではいさあ SMG 運用のアストラリスフォース 普通の倍ですフォースバイはバイタリティサイドファマス2本これも完全に味方に対して合わせるような形センタープッシュー決まるーそれを決められてはいけないジャストそれを決められちゃいけませんよアストラリス CT センター逆プッシュ決まりました B4A1 クレイブヘルス 11A スモークでライブラリー方面は拒否ってのロング攻め一方4人で前に詰めるバイタリティやることをなすこと全部強い後ろを取られる C4 ドロップマジスク拾う104から正面からうわー2ベーラフルケア 残ったグレイブですがエーペックスが見てるんですナイフキルでも良かったような形でした1対1セカンドフォースバイバイタリティーセースアストラリスセンターアプッシュ完全にノーケアでしたいやオール SMG だとセンターケアするの難しいんで変にケアすると D 頭一発抜かれるんで 割り切ってましたねその割り切ったところにアプローチができましたアストがオール SMG の運用っいうのはほぼ僕も見ないので不意を打ったつもりだったんでしょうけれどもというシーンニベラ綺麗なフリックショットでヘッドを抜いてくれます4ー5座右前に詰めていきますバナナ中完全にクリアをして下がっていく D ちょっと怖かったですね今 グレネードの音を聞いてからグレネードを返していきますが残念ながら当たりませんあれ早めに TG 入ってくるチームいくらでもいるので入る可能性ありましたね TG を取り返したバイタリティさあほぼ B だろうというところセンターもクリアされてしまいますミスターのいい読み エペックスが急いで B 方面やってきます。在勇、フラッシュが残っているだけ。フィスカーに耐えて、見ていくが、ここでダブルキレ、そして逃げる。生き残るの大事。2オン5からフラッシュをもらってエペックスの飛び出しです。ヘルスがあるので、これで強気に立ち回ります。在勇を守ろうという動きですが、在勇がカバーに入れ、囲まれたデプリー、どうしようもございません。1対2。 どうしましょうかというハストボロボロですなんだかちょっと厳しいですねバイタリティが本当にやることなすこと決めてくるというような展開が続けてますピストルは取れたんですけれどもただそれだけ強気にモロトフ モロトフ越しの攻防ですが残念ながら当たらない。バナナ方面からのプッシュでどんだけ強気なの合わせてセンター前に出て頭一つの打ち合い当たりません。クロスファイヤーは入れてくれない。1番の選手死んだ。あらー <laughs>。あらー。いや、今ここにいたんですよ、人。ここにいたんで、ここ、あ、まあ、ここと、ここでクロスファイヤーすると思ったんですけど、 もうバナナ側から攻められてるんでもう完全にもうゾン詰まりのゾン詰まりという形でした、まあ、ワンピック取ってよかったと思うんですけどね、まあ、そのカバーにバナナ側から来るだろうという読みで待っていたデュプリーだったんですが読みは合っていたが普通に打ち負けるという展開 H 当たれつつもフラッシュ当たってしまうエーペックスの飛び出し 毎回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 ファーストキルはバイタリティ4オン5シチュエーションから飛び出してきたところに RPK 打ち勝っていきます交代してニベラ HE 物当たりグレイブタイミング悪い意味で完璧でした 黙ってそのままショート方面へロング側から不用意に来るニベロは待っていますが残念ながら来なさそう RPK のいる位置の読みにジペックス当たってはいるんですが RPK が顔を覗かせてくれるかどうかといえばまた別の話の気もしますさあこの車線管理残り時間30秒40秒切るところ RPK 顔を見せてしまったしかしニベラのカバーは入らないそしてニベラに対してのキルは入らない2オン4シチュエーションミスター1キル2キル取っていきましてやはりこの男本日は強いようです砂場守りきりでの1対4テロ有利マップだぞー バスト完全にエリアを取れていません一方バイタリティはエコラウンドの内容も、えー、相手のあエコラウンドの時ですねアンチエコの内容も悪くないのでお金が1万円近く貯まっております強気のプッシュはしません下ニベラ前に行く裏線もクリアそうなるとバナナという話になったザイユーここで強いが最後の1人は抜けない C4 ドロップ HE 当たるディプリーのヘルスがない HE もう一つそのままエーペックス完璧なスモーク抜き HE は1人1個までですよお客さんお一人様1つまでという警告を無視して2つ投げるテクダブル HE エコラウンドにそれをやるのは反則1対5センターにアクションをしまくっているバイタリティ今度はこちらサンドイッチ方面ですが座右物見事に負けるジュベックスフラッシュを入れてからの飛び出しですがニベラに狩られますフラッシュ入れてからさらにもう一つバナナを取りに行くブッパウチースがそこはいないそこにもいない アーストラリスエリアが取れないエリアが取れない A3B1 守りバナナ守れてるからここで A 側に人数をかけていきます C4 持ちはセンターで息を潜めていますがここのまま B に行きそうママき T 字クリアという話をされたのでここで Apex が B サイトへ A2B と うーん、A3B に切りか、うん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 、ラの情報かわかりませんが B サイトへ悩んで挙げくというところでしょうか。彼はインゲームリーダーなので彼の中の迷いがあったのかもしれません。その迷いは正しい結果に働きます。セットプレイ。リベラ外す。二人目を懸命に狙っていきます。うーんオーバーピーク。ちょっと強気に狙いすぎた。 3フォ4シチュエーションから RPK1 キル裏から速い攻め方そのままもう1キル取っての2オン2シチュエーションからフラッシュ入れて飛び出していくスモーク抜きそのまままだ設置できていない中の 1on1 ンンンミスターダブルキルいやトリプルファースト設置すらできてないお金ないぞいやグレイプー やったなお前ちょっとそれはお前やったなお前お前やったなそれはお前そのスコアやったなセンター強き CT センター逆プッシュ決まらないジャンプピークは大事ですという話ベイしかしデュプリー当たってしまいます A2B2 バイタリティ強気強気バナナクリア強気バイタリティめちゃくちゃ強気ですクレイブ初めてのワンキルおめでとうザユジャンプピーク1人いるじゃんという話になりました RPKA1B1 守りキャットで音がしたナイフを持って逃げていきます座右が寄ってくるまでうわー <laughs> 守りきりーラスワン RPK クアッドギルここの栄翔と逃したのが全て終わり アーストなんでこの三人目が悪いなぜ取れないなぜ勝てない打ち合いがおじいちゃんかよ、お前ら一人目はしょうがない。いや、これ二人でジャンプピークしようとした二人ともジャンプしてるんだ、これ。やったこれはやった。 そうね2人まあいやーでもこれ後ろの1人は樽の上に乗ってるんですけど結局じゃ前でジャンピングしてる人と車線かぶっちゃってるんですよなんで2人でダメージ受けちゃってるんでこれはしかし RPK 強かったこれはよく取りました座右 在庫じゃなくても問題なしバイタリティの在庫の時代は終わりましたチームで勝つバイタリティ頭半分見えているそう、このどこの誰だか知らないこのニベラというこの男間違いなく眠っていた強い男そして在庫は今日ちょっとセンスないっすねー しかし、在優が調子悪くても勝てるチームです、今、バイタリティは。在勇がひどいスコア叩いていても、残り4人が支えれます。いや、一時期のあれですね、シンプルが戦わなくても、勝てたようなナビを思い出すような、そんな綺麗な連携、そして打ち合いの強さをバイタリティ、見せてくれてます。ここはさすがにセーブの選択肢です、バイタリティ。無理に詰めにはいかずに、 セーブを選択まだまだラウンド9本目でございますので1本ぐらいここで明け渡しても問題なし残りの5ラウンド中1ラウンドでも取れば大きな余裕がつきます 2-7アストとようやく2本目を手に入れることができましたしかし今のバイタリティーは一筋縄にはいかなさそうというか在運の対策をしてもどうしようもなさそう問題は在運ではなくバイタリティーというチームの強さです CT センター役プッシュは当然警戒してフラッシュを入れてくれています モロトフでデバイス燃やされる。そのままスモーク抜き。頼むし、殺さないでくれと耐えるしかない。耐えるしかないデバイスです。ヘルス41、ハーフカットへ。さらに H、死なずに済んでよかったね。スモーク抜き、壁抜きで死ぬヘルス。モロトフを入れてもらいますが、デバイスは強気に前には出られません。これヘルスないから仕方がないですね。 キルログが流れるのと流れないのだとほんと違いがあるので生きてさえいればグレネードが投げれますグレネードを4つ持っていけるし1人で突っ込んでいって情報を得たり誰かが倒されている最中にカバーをしてキルを取ったりやることがいくらでもあります死んだら何もありませんやりていく 間違いなくセンスが20丸バナナリテイク当然バナナリテイクしたので A サイトに人を寄せますアストライス時間がない5人揃えわれてしまうと負け,負けてしまいますエーペックス潜んでいるワンツーキル残った1人デバイスワンワンツーさあデバイスの強さを見せてくれるか座右黙ってくれこれがよりの速さバナナを取ってるからできるこの強さ 2の 8! いやー何人たりとも寄せ付けない強さが今バイタリティーにはあります バイタリティ前半有利が確定しましたテロ有利マップのこのインフェルの前半有利が確定しましたバナナ取りに行きたいのはあるんですけれどもグレネードも結構飛んでくるのでアストとしては難しいところそして A ラッシュをしようにもバイタリティは2人でバナナに対して圧をかけることができているのでもうこの時点で相当きついですね A ラッシュも決まらず B ラッシュもしづらく そんな展開ですプラス入れてからの飛び出しマジックヘルス15残りでどうにか頭にねじ込みます4、5シチュエーション1人寄せての A2、B2 守りアストラリス状況は整いましたがそうですねマジスクはいていいと思いますリテイクまたバナナ来るんじゃないかと警戒しているしかしこれが バイタリティのバーティーと一緒ですね。裏をくるかもしれない。警戒しとかないとやばいかもしれない。ちゃんとついてないといけないかもしれない。そう思わせてマジスクをあそこバナナに釘付けにします。そうして A3、B1。A に人数かけるバイタリティ。これ全然不利じゃないです、これ。B11 人置いてるので人数不利はほぼなし。むしろマジスクが削れてる分厳しいまである。飛び出していたところデバイスキルを取っての。 3 4・5 r p k の飛び出し1キルそのまま2キル壁抜き USB 切り替えて3人目4人目は耐えた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  1on1 シチュエーションから B 中残っていたこの男ニベラ体のどこにでもいいから当てれば倒せます位置発覚残った1人ジペックス近てない アーストラリス !2 対 9! どうしたどうしたストというよりは、バイタリティが完璧な動きいやー文句なしですねーバナナのリテイクし続けて、 前半は CT センター逆プッシュし続けてアストラリスの動きにプレッシャーをかけてこういうところでは A3B1 人数を寄せてきっちり正面からの守り切りワンオンワンは当然打ち勝つ強い男ニベラこういう第一戦で戦ったことほぼありませんとかいう男じゃないからねこれ強さがニベラ ティアー3ぐらいでちょくちょくプロやってましたみたいなそういう人じゃないでしょ君っていうさあ SMG の座右なんだこれ死んだー死んだーよくわからないまま死んでいくバナナ病キのプッシュフラッシュもらわたっちゃいましたね 毎度毎度アクセスしてきてるのでバナナにそれを潰すようにして動きたかったんでしょうけれどもうまくいきませんでした後ろに下がらないエーペックスですが11交換それはあまりおいしくありませんでしたさあ A2B0 のギャンブルスタックこれいる位置バレた時点で B に書き込んで終わりというシーン2キル10ですのグレイブただでさえ仕事ができていないのでここで B 中 カという読みを確定させに行きました大事ですねこの辺りはグレーブさすがですさあ B 中からという話になりました一応ケニーを見ていないというのと CTV 総面の状況が全く不明なのでここで B 中 A 中人ということが発覚してまあ a 1 b 1というタクはないだろうということで これもうこの辺りクリアしてないんですけども、いないって話ですね。あのデバイスが、あグリーブが黙ってこういう順路を取ったので、この順路この順路を取って、あの、打たれないってことは、もうここ見てないでしょって話んですよ。<laughs> いるわけがない。この辺。いるなら打たれてるって。相手に対する感じですね。たまに信頼を裏切られるんですけど。 あえてクリアリングしないことによって、まあ、死ななかったからセーフという話ではあるんですがたまにスルーする人いるんであどうぞどうぞっつってそうすると期待を裏切られますね裏取られてダブルキルとかされちゃうたまにシーンがございます3対9グレーブいいですね最終的には A サイトに行く予定だったんですけれども B サイトの中自分の命を張って自分の読みを信じて中をクリアしての B 設置からラウンドを取っていきました3対9バイタリティーとしてはお金がだんだんなくなってきたが先ほどザイユが SMG でケチプレイをしてくれたおかげもありまして 再び倍はバイタリティできておりますフラッシュ入れてからの飛び込み何も見えてませんこれ RPK キルを取りに行くワンキルそのままカバー,レープレイヤーまで勝っていくピストルしか強くないという RPK は一体どこに行ってしまったのか粘り強い強さを見せてくれますいや一人キル取った後カバープレイヤーも RPK もろとも抜いていくんですよね今日 これは強烈ですね、先ほどから。カワプレイヤーの出るタイミングが弱いという可能性もありますけれども、間違いなく RPK は強いです。5 o ン3シチュエーション。仕方がないので B を選択。B バサミができるように、デュプリーが一応居残りです。あまりにもバイタリティ側のリテイク、TG リテイク、バナリテイクが多いので、まあ、デュプリーは それを勝って人数有利、人数イーブンまで持っていけるなら美味しいなという、そんなアタックをしてくれています。目の前にエーペックスがいます、これ。引っかかった。気づいたかお互い気づいたお互いスモーク抜きお互い気づいたいやー、さすがですね、今の。すごいさすがですね、お互い。今、打ち始めが同時だったんですよ。 今の攻防めちゃくちゃいいですね。エーペックスデュプリー。お互い歩いてスモークを抜けようとしたんですけど、お互いスモークを抜けたはずなのに、歩いてる速度的に。もう抜ける頃のはずなのに抜けなかったんですよ、スモークを。なんでお互い目の前に敵がいるって思って、お互い同時に離れて、お互い同時にスモーク抜き始めたんですね。いいですね。プロ同士って感じがします、今の。 で、多分目の前で打ち始めると打ち負ける可能性あったんで、ちょっとお互い引きましたね。で、その後打ち始めるあたりも、プロ同士って感じしますね。あ、今の HE は、HE の代わりにフラッシュ買いたいので、HE 適当に投げました。このゲーム4種類ではなくて、4つしか、グレネードは買えないので、RPG マジで強い。RPG マジで強いですね、RPG。マルチク残った人に1オン2。死んでた 嘘な全然見てなかったわうわーなるほど確かにアスト全部しなかったやめろやめろ,やめろ,やめろ最近 <laughs> 最近よく見るよねあれ最近よく見るわ確かに実は最近よく見るわ 5試合に1回ぐらい見ない <laughs> 負けてる時に300円を無駄にするのやめてもらっていいですかね、本当に。前もこれ言ってたわ。確かに今、負けたチーム側が H になりましたね。そうだよね。みんなここまで見に来たんだから、4種類しか買えないよぐらい知ってるよね。4つか。フラッシュ、これセンターも必ず入れてますね。嫌が,がってます。チダブルですが、エペックス抜くことに成功。 モードフォー入れての逃げていく。キョヒリカナも完璧。その後 H をお土産痛いグレイブマディスクハーフカットこのハーフカットは AWP プレイヤーがカス当たりしただけでも倒せるっていうので、もう本当に重要ですね。ニベラの負担がぐっと減ります。カスらせるだけで敵が死ぬ。 ま、それを知らないので、お互い。投げた本人も知らないので当たってるかどうかは。当然甘えれないんですけれども。狙ってって外したとしても、問題なしとすることは大きいところ。座右フラッシュ避ける予定だったような見方ですが、残念ながら当たってしまう。しかし、ワンキル取る。座右黙ってフィスカーへ。ワン、ツーキル、ドゥプリ、強い今のはよく抜いた。 座右トリプルキルを取ろうかというところでしたがデュプリーの素晴らしいカバーが入ります今のは座右が弱いんじゃなくてデュプリーがめちゃくちゃ強かったですね2オン3シチュエーションアースト取るしかない特にグレイブいやこの2人弱っスタツ弱お前らグレネード飛んできてモルドフで各所燃やされます デプリー真っ白真っ白噴水裏入れちばれてるミスタのいいカバーミスターダブルキリー入りテイクになった時間はまだございます解除改解除12-3それなりに広いけど回線会社によるんじゃないそれなりに広いけど回線会社によるんじゃないこれ何巻き戻ったまたあ巻き戻りましたねこれはい やったねーいやアストはアシストの数見れば分かるんですけどま体にすら当てれてないか減らした敵倒せてないんですよ削った敵を倒せてないんですよまあ ADR 低いねーいやー <laughs> 結局、キルが少ないしアシストも少ないしというところいやフラッシュも育ってないですね12の3で登折り返し決勝戦サードマップ アストラリス、大きな差をつけてのサードマップ、最後の後半となってしまいましたまあ、オーバータイム入れば最後の後半じゃないんですけどいや、打ち合い、どちゃくそ弱いですね、15ラウンドやって最高9キル。 いやアストの時代は終わってしまったんすか。最近、純潔にすらアストいないじゃないですか。だって。まあ、プレイオフは来るんですよ。予選は突破できるけど、大体もうなんか、ヒロイックとか、チーツとか、ビッグとか。 もうその辺にボコられてますね一方バイタリティはそういう的に安定して勝ってますからねだから何って感じで座右が暴れるか座右が暴れてますねこれ <laughs> 座右うまくいってないなって感じするんですけどすごく、まあ、結局1397です KD1.9 なんでもう文句ゼロなんですね もう文句のつけようがないかなですね。サグッドラッカーファン。あ、ストレス取らなきゃこのまま終わるまである。ピストルラウンド始まります。後半。バイタリティは気持ちよく終われるかどうか。 <laughs> 細かいですね多分今フラッシュ来るタイミング計算して横向いてましたね多分最速で上がってきてフラッシュ来るちょうどのタイミングで横向いてるんですねさあグレイブ読み打ち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 からの打ち負けというかダメージトレード負け T 字前気味の待ち方です キャット誰も見てないので黙って抜けられると非常に痛いところではあるがそんなことはしてこないであろうという A3 の待ち方そこに飛び込んでいくバイタリティなんか入ってきた後ろからデバイスダブルキルしかし在勇が返していくさらに在勇ニベラと返す在勇このままアーチを抜けていきアーチの敵との接敵ですが当たる11グレイブ VS エーペックス 最強のインゲームリーダーは果たしてどちらか。ジャンプピーク見えた。ぶっぱ打ちは当たらない。グレイブを今の音を聞きつけて位置は発覚しています。スモークを展開からの、そのまま、エーペックスは動きません。もう一度解除フェイント。エーペックスは動きませんグレイブ読み分ける出てきたところ打勝つ、うつくつ 10秒解除は間に合わなーい頑張りエーペックスきっとを買ってない一点読みそうアストラリスのピストルラウンドはきっとを買わないことが非常に多いですその一点読み エーペックス2回の解除フェイントにも屈さずお前らきっと持ってないんやろということで最後の飛び出しに関しましてはもう10秒解除読みとあともうあのタイミングで顔を出して解除動作に入っていなければ絶対に勝てるというタイミングでしたね自分が投げたスモークがあだとなりましたグレイブやることなすこと全部 裏目相手が会場を止めに来るなら強いスモークなんですけれども警戒しなかったワンキル取るが即カバーさあ A バサミロングとショートからのえげつない A バサミでございますデュプリー顔を出しに飛び出していくがニベラにちょりられる残った1人ジペックス いやー、ここまで差が出ますか。セカンドラウンド、ダストツーに関しても、アストは勝ってはいるんですけれども、結局、ギリギリの勝利だったんで、バーティゴでもインフェルドでもここまで差がつくとは、バイタリティ圧倒的な強さを見せつけています。14の3。 バストのセカンドフォースバイも普通に負けてしまいますそうなると SMG がぶっ刺さるこのラウンドとなりましたとりあえずここでがっつりエコラウンドをアストはしてフォースラウンドの場合に全てをかけます マッチポイントは決まるこのラウンド、バイタリティはしっかりとアンチエコしていきたいところです。一応、デュプリがゼウスを買っているのとマジスクジペックスの 2HE があるので、それを決めるしかないんですが、もはや HE を当てるだけのくらいになってしまったアストラリスです。B4、A1、ギャンブルスタック。 完全にノーケアなバイタリティゆっくりと歩いてきます下段上からの D は残念ながら当たらないエーペックスはそのまま蹂躙していくうわーギャンブルスタック関係なしそのまま正面から全てを突き崩していきますバイタリティこれが今のバイタリティだ座右が 強くなくとも勝てる誰も死なずにマッチポイントこれが今のバイタリティーだ圧倒的強さアストはアウプなし M45 本勝つしかないきっとなしきっとなしきっとなし勝ってる余裕ゼロこれがどうなるか CT センターギャグプッシュフルケアですね。自分たちがやってきたことはきっと相手だってやってくれ。やられたら困るというところです。センター4人で相手をた、えー、待ち受けます。仕掛けていくかどうか。フラッシュ入れて正面から入っていった。 さあデバイスが待つロングに行くがミスターのカバー武器を切り替えてのデュプリー登場早い段階でのリテイク素晴らしいしかし RPK がやってきてそのままデュプリーもう1キル取れるかどうか真っ白何も見えない残った1人座右ワオン2からここでジペックスヘッドショット1つきやはり彼が残るとヒヤリとするところではありますがここで10秒解除でございます キットがないので設置されたあたりもちょっとひやりとするところではございましたアストレイスこんな不がいない結果で終わるわけにはいきませんラウンドを取って15-4バイタリティはまだ買えます SMG がミスタが使い回していたということもございましてお金が余っている AK4 本アウプ1本だとは思うがそうですね ニベラのアウプ付きですバイタリティは楽しい CS 帽ができている B3A2 守りのアスト真っ白で何も見えないところに対してニベラが倒していく HE は入るがモロフだスモークで消す逃げれるかニベラは死ぬわけにはいきません走って逃げるフラッシュを入れてそのまま走って逃いや逃げないぶっ打ち HE は怖くないのか そのままバナナを完全制圧しに行く流れグレイブはただただカバーができないこのタイミングで出ていっての後ろからのダブルキレニベロークついに抜いていく2ンツー負けるわけにはいきません強気に仕掛けていくグレイブよく勝った残った一人在勇またしても彼デプリーはフルケアじゃない1ン,ンワンクレイブバーザイ在勇スモークの中 モロトフを入れて時間稼ぎ、座右とのスモークの抜き合い、頭に一発当てた、座右ヘルスロック、圧倒的不利な状況へ、AWP を取りますが、グレイブが勝っていきます、5人を倒してグレイブ、13キル15です、どうにかスタッツ戻しました、今のはグレイブ、よく頑張った。 残余まで少人数戦めちゃくちゃ弱くなったというかまあ今のスモークできなんでしゃーないんですけど勝てなくなりましたね。まあ、C4 のドロップ位置が悪かったんで読み合いのしようがなかったというところはあるか。 15の5トリプルスコアがついてしまっているアストラリスです大丈夫か大丈夫かの問われようが勝つしかないですこのラウンド勝ち続けるしかございませんちゃんと警戒したエーペックスでしたがデュプリーの方が上手でした 一人を倒してマジスクこ,こでキャット攻めに対して一人一人で一一交換デバイス A 中守りしかし外してしまうニベラのカバーがうまく入った 2on2 常にギリギリの勝負をしている在勇のカバーだ 1on2 ジペックス耐えれるかまだ設置はされていない在勇大きく回って ロングにいるのは今スモーク抜きで分かりましたじっくり時間をかけます砂場に一人いると思っているジペックス座右はキャットですニブラ AWP でボイラーへジペックス正面からの1オン2時間がなくなってきた位置が分からないカイドフェイントからのここで座右同打ち決めての 16の5、なんとトリプルスコアで、バイタリティ圧倒的強さを見せつけてのフィニッシュでございます。お疲れ様でした。強いねー G G なんだかんだで、在右さん23キル10でスでのフィニッシュです。強いねー なんすかねもうなんかバイタリティは負ける気しないって感じですよねきっとこれこの強さを誰がどう止めるんでしょうか本当にお疲れ様でございました12時だサブちょっとよいしょ 寒と思って思た暖房切れるなこれこキル毛吹きちゃいますね。 おいしょよしはいはいサッカーブラジル代表のネイマールのクスゴクリップはもうの <laughs> 見てない,いやばい興味ない <laughs> あれエースかなんか取ったんだっけなんかニュースになってるのはツイッターで見たけど強いのそんなに。<laughs> <laughs> おいで、そういうおるよ。どういうメンツだよ、これ。<laughs> 強い <laughs> めっちゃ喜びよりや <laughs> すごいメンツでやってんねこれ誰いんの <laughs> 楽しそうだなわら ショックスとかおるやん。在 <laughs> <laughs> 右とかショックスとかおるやん、これ。おもろメンツ。あれ、なんかあスチームの自動更新か。何これ拷問者シミュレーション。何これ 12月22日に発表こういうのなんかでも大体俺の趣味に合ってないんだよなプレイステーション1みたいなぐらいやめろってプレイステーション2ぐらいか ステーション2ぐらいのぐらいやろこれフラッシュゲームの息じゃねえかよなんだよこれこのこの格好してるやつが冷静にパソコン叩いてんのガチシュールやな ちょっと面白そう <laughs> クソゲーなのよな <laughs> アゴニー作ったとこで絶対クソゲーやろこれ歯磨くのかと思ったが 絶対クソゲーやろこれ何のゲームだよこれ何 <laughs> のゲームだよこれ <laughs> 今出すゲームじゃないだろこれ<笑><笑> ゲローみたいにトラップ引っ掛けた後に、拷問もするス敵のゲームらしい。へ<ー>新しい d アゴ顎にマジで面白くなかったんだよな。<laughs> エンティティ様が。<laughs> で、グラガーね、ちょっとよろしくないよね。 えず一旦配信切ってまたつけるか言うてなんかやるもん決まってねんだよなドーナドーナをやろうと思ってて完全にダウンロードできていなかったって感じなんだよね買ってもないし これめっちゃ気になるわおもり超面白そうだよねこれこれ日本語でもないんだっけないのかこれめちゃくちゃ面白そう日本化されないかな今日のエピックアリエン、アイソレーションやったでね みんな取ってこれちょっと俺アンダーティールより期待してる節あるかもしれんもんあれっぽいよね夢に聞けっぽいよなでも リスリみんな入れときなこのゲーム多分日本語来たらすげえ話題になると思うよ 悩んだ現実と美しい妄想行ったり来たりしてるんだけどどっちが現実でしょうみたいな感じなんだとは思うまだ全然話は分かんないんだけどね美しい妄想みたいなやつが現実なのか恐ろしい現実みたいなのが妄想なのかみたいなところなんだとは思う これいつでの2020年リリース予定嘘でしょこれクリスマスでも撮るの出るの人を撃つというのをテーマにしていますとか話として暗すぎるでしょ鍵穴のぞくと誰かいるの時点で怖すぎるでしょこれ まだ早く出ないかな。戦闘へめちゃくちゃ好きだわ。 クリスマスにこんな鬱そうなゲームやったら心よみそう <laughs> どう考えてもまともなゲームじゃないからねこれいや絶対面白いと思うでも。 にやばいバイ。ホラー怖いからすげえ薄めで見てる。<laughs> ホラーではないと思うけどね。気持ち悪いゲームだと思う多分。ホラーなのかな、まあ、人によっちゃホラーなんだろうな。 この絵のドット系のホラーはでもなんか気持ち悪いよねマジで早く出ないかなー結構昔から結構昔から目をつけてんだけど一生出ないんだよね ゲームオブザイヤーが出ると思ってるよ、俺は。あのゲーム。ジャンプスケアジャンプスケアって何急に来る系。またなんかやばそうなゲームだな、これも。びっくりドッキリ系。ああ。 面白そう気持ち悪い系だいや面白そう気持ち悪い系じゃんこれ。 出たアーリーアクセス死んでくれや。気持ち悪い系とトえばスコレンはどうなったんだろうね、スコーンを早く出ろよ。 マジで気持ち悪い系じゃんこれマジで怖そう気持ち悪い系剣怖いのきついわこれ <laughs> 気持ち悪い剣怖いのきついなちょっと両刀使いやめてほしいわ もうこのツールしか映んねえじゃねえかトレーラー。アーリーアクセスやめないプロローグは無料らしいです。配信切って一回トイレ行ってこよう。えー、何しよう何しよう何しよう サフランとジェイイルなら GT4 やろうかな。で次配信食いっちゃいます。